はい、お待たせいたしました。ごめんなさい、誰かがおっしゃったかな。はい、すいません、ちょっと下の日本語の名前が出ておりました。では続きまして、クーデルカ、エニーパーセント、受験、ですね、となります。こちら、解説の方、2名いらっしゃいますので、ご紹介いたします。それでは、ネイロさん、ミッドさん、よろしくお願いいたします。先にお願いできますでしょうか。はい、大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。はい。挨拶しても。はい、OK です。大丈夫です。はい。はい、クーデルカ、2%JP の、レギュレーションですね。こちら解説の方、私、ネイロがメインで、サブの方で、どうぞ。はい、サブで補足させていただきます。ミットと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。それではまずクーデルカというゲームについてお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、こちらクーデルカというゲームなんですけども、プレイステーション1の方の対応ソフトとなっておりまして、こちら、一応ですね、私、RTA 経験ありということで、JP バージョンの、ワールドレコード、まあワールドレコードってでも一人しかやってないんですけど、まあ持っています。で、こちらなんですけども、まあゲームの内容の説明につきましては始まってからでやろうかなと思ってますけども、まあ、とりあえず、かなり面白いゲームなので、ぜひお楽しみくださいという形ですね。というところで。はい。ありがとうございます。今回、総合者の方が、サースさんという方ですが、このエニーパーというカテゴリーについては何かご説明とは？あ、はい。お願いします。まず、このレギュレーション説明をいろいろしたい、その流れでいろいろしたいんですけども、これエニーパーセント JP という形になってますけども、こちら、クーデルカというゲームですね。US バージョン、パルバージョン、JP バージョンというふうに、それぞれの国で違うバージョンで発売されておりまして、ちなみに、発売されている地域によって、全然ゲームのバランス調整が全然違くてですね。2%JP というのは一番難しい形になってますね。日本で最初に発売されたゲームなので、一番難しい難易度で調整されている形となっております。で、かつ、2%というレギュレーションですね。こちら、このゲーム、ラストボスを倒すかどうかというところで、エンディングが分岐します。グッドエンド、バッドエンドというところで。でそこで、バッドエンドを目指すという形が、カーチのレギュレーションが 2% となっております。はい。バッドエンドなんですね。はい、バッドエンド。なるほど。ちなみに他のカテゴリーというのはどういうのがあったりしますか？まあ、他はオールボスエズ。まあ、要するに 100% っていうものなんですけども、まあ、こちら、本来倒さないラスボスだとか、そういうものを倒していくレギュレーションがあったりしますね。他は特にはないかなと思いますね。ありがとうございます。はい。他に、本ゲームについて事前にお話をしていた方がいい内容とかってございますか？ですね、まあ、一つ言えるのが、このゲームなんですけども、はい、このゲームの RT なんですけども、非常に、運要素がめちゃくちゃに多くて、すごく、タイムがブレる、かつ、まあ、いろいろと頭に入れておかなくてはいけない、事前知識がたくさんありまして、その中、それを、まあ、口頭で全て言うのも難しいものがありますので、私のチャート、私が作成したですね、チャート&データ集というものを、これからですね、チャットと、ツイートかなで、共有していただこうかなと思っていまして、まあ、そちらの方を見ながら、私の解説を受けていただくと結構わかりやすいのかなとは思いますね。はい、承知しました。では、チャートの方は、この Google の方を貼ってしまっても大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、では今貼りますので、こちらをご覧ください。今ちょうど貼っていただきましたね。はい。ありがとうございます。もこみちさんが貼っていただいたので、そちらをご参照ください。まあ、この内容、はい、内容、はい、チャートの内容とかに関して、まあ、絡めた内容に関しましては、その場所になったら、また解説させていただきます。お願いいたします。はい。一発目の基礎データからもうなんか大変なことになっていますが、まあこれ一発目の基礎データの左側
が、はい、このゲーム一番の運要素です。はい、そこになったら、まあ、最初の4分ぐらいのところなんですけど、また説明しますね。はい、ありがとうございます。お楽しみという。はい、ご紹介いただきたいと思います。これはデータ量がすごいですね。そうですね。このゲーム、本当に、研究要素もすごく多くて、なおかつ、まあ、なんだろう、短めで、かなり面白い RTA となってますので、まあもう本当にこのゲーム解説したくてしょうがなかったっていうところですね。Alright, good morning, everybody. How you doing out there? How you doing out there in Twitch? 承知しました。ではまた、まあ、詳細につきましては、実際に今、走りながら解説をいただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、では、まだ少しお時間がありそうですので、はい、ちょっとまあこの本イベントのご紹介だけさせていただきます。少々お時間ください。はい、大丈夫です。はい、まあ今回ですね、まあ、現在このジャパニーズリストリームでは、ミネソーター州ミネアポリスですね、行われている 2D コンの中の RTA イベント。ミッドウェストスピードフェスト2021の様子を5人で日本語ミラー配信しております。ミッドウェストスピードフェスト2021は海外のチャリティーイベントですね。で、まあ、ゲームのやり込み要素であるいわゆるリアルタイムアタック通称 RTA をご視聴いただくことで寄付を募っております。今回集まった寄付金は OI ファウンデーションに寄付されます。OI ファウンデーションとは研究、教育、啓発、相互支援を通じて骨形成不全症という難病を抱える人々の生活の質を向上させることを使命とした団体です。寄付と関連して特定のゲームには難易度の高いところに変更したり、エンディングの変更ですね、が予定されております。まあ、各項目ごとに設定された目標金額を達成することで、これらは行われます。それ以外に、寄付金額を、まあ、表に見立てたビットをですね、によって、まあ、キャラクター名であったり、様々な選択肢等が決定されることもございます。寄付金額につきましては、下の URL からご覧ください。また、直接の寄付に関しましては、まあ、ちょっと日本からはね、まあ、毎度のことではあるんですが、ちょっと難しい場合はあるんですが、まあ、ちょっとチャレンジしてみていただけるとよろしいかなと思っております。ジャパニーズリストリームでは、まあ、このような形で、海外のスピードランイベントですね、今後もミラー配信する予定となっております。Twitter、Twitch、Discord のフォローもよろしくお願いいたします。以上です。はい、実際ね、まあ、GDQ であったり ESA、で今回のね、ミッドウェスト系も、ずっと、リストリをさせていただいているところですね。それ以外に前回ですと、エスパネオールスピード、ごめんなさい、いいか思い出せないですね、であったり、さまざまなね、海外イベント、実際にも夏は多かったですね、非常に多かったですね。夏の、まあ、最後、まあ、なるイベントになるかなと思いますので、ぜひもね、明日、お楽しみいただければと思います。はい。お、ちょうどいいタイミングでしたかね。お、いいですね。始まりました。一つ始まる前に自己紹介がすごく雑だったのでちょっと補足させていただくと、私ネイロはですね、あ、このクーデルカっていうのはシャドウハーツシリーズというかシリーズのゲームの一つとなっておりまして、私はですねシャドウハーツ1、2、2つとも、ワールドレコード持っていてですねで、この、サブのミッド君はですね、その3作目、4作目のシャドウハーツ、フロムザニューワールドのワールドレコードを持ってます。現状のですけど、はい。あ、元ワールドレコード。そうですね。まあ今2位かな。ピードランドットコムじゃちょっと、なんかあって1位になっちゃってますけど、まあ、そうですね、ちょっと僅差で越されたっていうのが。なので、我々シャドウハーツ好き好き連合の解説で楽しんでいただければ。はい、お願いします。すでにゲームの方は、はい、始まっております。グッドラックです。はい、
最初のボスなんですけども、前、こう、ワールフっていうボスなんですけども、こちらは、基本的にこっちの攻撃手段がほぼないので、銃でひたすら撃つ感じになりますね。ただ、この銃がですね、乱数が、だいたい30ぐらいから110ぐらいまでブレるので、それによって、3回攻撃するか4回攻撃するかっていう風な感じで、ちょっとタイムがブレる形になってますね。はい。で、このゲームのシステムなんですけど、今、ちょっとだけ見えたように、マップが、マス目のようになっていてですね、そのマス目の中で、まあ、なんだろう、まあ、ファイアーエンブレムだとか、そういうものをイメージしてもらえばありが楽かなと思いますけど、まあ、この辺りで、なんだろう、陣取りゲームのような形で進めていく、ちょっと特殊な戦闘方式の RPG となっておりますね。ちなみにね、シャドウハーツの話をすると、俺とかはまだ全然、前作3本ずつぐらいしか持ってないけど、ミット君は多分前作合わせて40本ぐらいソフト持ってるんじゃないか。あー、54ぐらいですかね。怖っ。すごい。まあ、好き好き連合なんでね。はい。まあ、いつかね、シャドウハーツシリーズの解説の場があったら嬉しいなとは思いますけども、今回はクレルカということでね。そうですね。こういうゲームが、まあ、RT イベントで走られるっていうのは貴重なんで。非常に貴重ですね。はい。ぜひともね、シャドウハーツシリーズをプレイされた方に、ちょっと買ってやっていただきたい感じですね。そうですね。そうですね。今、ちょっとオフラインイベントができないのが多いんで、まあ、ちょっと配る機会がないんですけど。そう。あれ？ミト君はいろんなとこで配ろうとしているんですけど、まだ配る機会に恵まれていないんですよね。そうですね。なんかね、しょうがない。今、こちらはどういったシーンになっている感じですかね。ここはフラグ回収ですね。このゲームの、こういう部分なんですけども、バイオハザードをイメージしてもらえばいいんですけども、そういう形で走ってフラグ回収としていく、謎解きをしていくゲームとなっておりますね、基本。で、ここですね。皆さん、先ほど共有しましたチャートの方を開いていただければありがたいんですけども、ここで、ハンマーとパイプという武器を手に入れるんですけど、この二つが、いろんな名前なんですよ。今リセットしましたけど、まあ、このチャートに書いてある通り、105種類の名前がランダムで、落ちてて、その中で、次のボスと次の次のボスに有効な属性が火属性、水属性、土属性なんですけども、その中で火属性を聞かないとかなりタイムが遅れる。火属性っていうのが、このリストの中のファイヤー、スパーク、ヒート、エンバー、バースト、まあ、フレア、スポーク、ビート、アンバー、ブーストも含めてるんですけど、105個中10種類が火属性で、このリストの中の MP 吸収っていう風になってる名前のところは、MP 吸収は相手にダメージを与えることはできないんですね。相手の MP にダメージを与える武器なので、はい、なので、まあ、10% ぐらいで引いて、その、一つの武器が火で、一つの武器が水っていうのがベストなんですけど、今、二つともアクアで水だったので、はい、まあ、ちょっと厳しいかな。というか、次のボスが水吸収なので、そもそも多分、クリアが不可能なんでリセットしましたね。はい、なるほど、はい。もう一番最初の戦闘に戻りましたよね。そうですね。これリセットして最初からですね。だこの4分ぐらいのところで、大変なことがあると。いうゲームとなってますね。で、しかも、もう一つあって、これ武器が105種類あって、その中で 10種類を引かなきゃいけないっていうのと、なおかつハンマーとかパイプっていう、今2つ引いた武器なんですけど、攻撃力が伸びるストレングスっていうパラメーターが、なんだろう。6ぐらいブレるんですよ。例えば30から36。チャートだったら右上に書いてあるところなんですけど、ハンマーとパイプは30から36だとか、33から36までブレるんですよね。だそれも高い値を引かなくては、ワールドレコードは厳しいところですね。まずこの最初の武器ガチャが、このゲームの一つ。まず一つ目の厳しい運ゲーですね。まあでも、それ込みでも楽しいですけどね。それ込みでも俺はすごく楽しい。まあ、大きいガチャが最初にあるだけ、まあ、いろんなゲームよりかはマシな気はしますけど。そうですね。まあ、一つ目なんですけど、まあ、あと、
2つでかい似たようなガチャがあります。まあそこをまた来たら説明します。お願いします。はい、なのでこういう形でリセットをしたり、運要素で2つ目の運要素のところは、あるアイテムを引かない限り一生戦い続けなきゃいけないっていう運ゲーなんですよ。ドロップするまで敵から。だからちょっと S と2時間半はですよね、怖いですね。メイドさんの記録が2時間20分43秒ですよね。申請したいんですけど2時間6分で、はい、ただ、まあ、でもめちゃくちゃそこそこ運が良かったんで、ちょっとというノーマルランド、まあやれんくない。これはいけますね。父の HP 吸収ですね、これは。はい、これはいけます。ランドは、次のボスで、一応ですね、特攻を持ってまして。で、ノーマルは無属性なので、一応問題ないです。遅れはするけど、倒せるはしますね。この武器厳選、はい。この武器厳選は、このボス、今の草のボス、このボスよりは、この次のボスに影響する。武器厳選になってますね。このプランターっていうボスが今来ましたけど、こちら体力、まあ、JP バージョンだと1156。この JP バージョンでのっていうのは次のボスでまた説明しますけども、弱点が火ですね。吸収、水、光なんで、水属性の武器だったらダメージを与えることはできません。で、この基本的な戦法は、エドワードで殴って、エドワードっていうのはこの前衛の金髪の、男の人なんですけども、エドワードで殴って、クーデルカはフレームマインっていう火属性の魔法を打つという形になりますね。で、このゲーム陣取りゲームというふうに最初の方に言ったんですけども、今エドワードとクーデルカが、敵の目の前で攻撃してますけども、今こうやって目の前でいるとこれ以上前には来れないんですよ、敵のボスが。敵のキャラ、味方のキャラ両方とも、なんだろう、最前列のところがまでが陣となるんですね。まあなんだろう、すごく分かりやすい例えをすると、ロックマンエクゼでエリアスチールしてるみたいな感じです。はい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 、ロックマンエクゼと同じだと思ってもらっていいです。なんで陣はこれなんか影響あるんですか、その実際に範囲が広かったり狭かったりする。影響はいろいろあって、まあなんだろう、ラインを下げすぎると自分が動く場所が狭くなりすぎて、自由、なんだろう、やりたいことができなくなったりだとか、まあ、あとは、そもそも近接攻撃って、近接1マスにしか攻撃できないので、そういう面で厳しくなったりだとか、あともう一つあって、味方のキャラが死んだとき、死んだときって、その死んだキャラは、そのラインに含まれないんですね。なんで、敵がその死んだキャラの列まで来てしまって、そうなった場合は、死んだキャラを蘇生させたいと思っても、その蘇生の魔法が敵陣なので届かないとか、蘇生させることができなくなってしまうんですね。なるほど。はい。なので、ラインを上げておくっていうのは非常に重要なことですね、このゲームにおいては。ありがとうございます。はい。で、一つ目のボス終わりましたね。結構ノーマルの武器なんですけども、まあ、割と乱数が高かったので、まあ、そこそこスムーズに倒せた形ですね。一応、ここのプランターってボスは、まあ、5分ぐらいで、4分半とか5分ぐらいで倒せたら、早いんですけど、まあ、1回リセットしたので、しょうがないかなっていう形ですね。先ほどちょっとチャットでごめんなさい、割り込んでしまって惜しかったです。はい、大丈夫です。セーブってどういうタイミングでできるんですか？はい、セーブですね、今ボスを倒して、まあ、ジェームスってキャラが仲間になったんですけど、その、今、マップの下ですね。さっきのマップの下に、聖なる水が湧き出したっていう形になって、文章が出たんですけども、その聖なる水に触れるとセーブができます。だからどこでもできるわけじゃなくて、特定のポイントでしかできません。なるほど。はい。じゃあ、リセットポイントから遠いようなところだと、ちょっとロスがどんどん大きくなっちゃう感じなんですね。そうですね。で、次のボスがこのゲーム最強のボスなので、一応セーブした方が良かったんじゃないかなとは思うんですけど、そう。セーブしなかったですね。ちなみに、JP バージョンでは次のボスがやばくて、その海外バージョンだった次のボスが先にちょっと時間かかるので先に説明しておくと、ファインダーっていうボスが3体いまして、その3体が火属性、赤ファインダー、青ファインダー、緑ファインダーという形で、火属性、水属性、風属性という形で3体いるんですけども、こちらですね、海外版だと赤ファインダーは体力1200ぐらい。
で、緑ファインダー、青ファインダーは体力600ぐらいっていう形で、まあ、体力が、まあ、600って形なんですけども、日本版は全員1200ぐらいあってですね。これが、調整ミスなのか、まあ、そもそも調整をそうしたのかわかんないですけど、1200ぐらいあって、なんで、JP の一番難しい、あ、なんだろう、JP の方がタイムが遅れる一番の要因はそこですね。この序盤のめちゃくちゃ強くて、かつ今のプランターってボスが1100、体力1200なのに対して1200のやつが3体出てくるっていうボスで、そういう調整をされてるっていうのが難しいところですね。ただまあ頑張れば倒せるので、なのでここはザコを倒してレベル3まで、多分クーデルカのレベルを3まで上げていくのかなとは思いますね。はい、しかもそのファインダー赤っていうのが、あの、なんだろう、行動はランダムなんですけど、ものすごくたまに味方全体が全滅するような全体攻撃を打ってくるんですけど、それが来ないのを祈るっていう感じになってます。そうですね、はい、もしと道中で、ちょっと待って、今あの傾斜っていう一個前のマップがあったんですけど、あそこで多分レベルを本当は上げるんですけど、上げずに行くのはこれ多分死にますね。あれ？これいけるんですけど大丈夫ですかね？いや、これ大丈夫じゃないです。これ、1個目の傾斜っていうマップで、リングっていう魔法攻撃力を大きく上げる。ここでか。あ、これはすみません、チャートの違いでしたね。あ、なるほど。ここの渡り廊下で狩ると、あまりドロップが良くない敵と戦うことになるんですけど、その代わりこういうふうに、敵の数が多いっていう形ですね。で、傾斜でやると、魔法攻撃力が上がるリングと、物理防御力と HP が上がるメイルっていう武器、あ、防具ですね、がドロップする確率がある敵が出てくる場所なんですよ。なので、そこでドロップを期待しながらレベルを上げるというのが、まあ、私のチャートですね。私のチャートではあります。まあ、おそらくここで勝ってレベルを上げていくんでしょうと思います。あ、今先ほど、はい、あのミッドさんがお話しされたところはいかがでしょうか？大丈夫ですか？ああ、大丈夫です。大体同じこと考えてたので。ああ、よかったです。以心伝心。仲良し。ちょっと一個だけなんですけど、はい、先ほどのその日本語版と英語版の違いって話があったんですけど、はい、あとリリース日を今見たら、日本語版は1999年の12月16日発売なんですよ。はいはいはい。で、NA 版は2000年の6月29日なんですね。はいはい。半年ぐらい下がるんですよ。直された可能性がありますね。バランス多分、直されたんじゃないかなっていうところですね。うん、ちなみにこのファインダーってボス以外、全体的にボスが若干 HP が低い。ああ、なるほど。HP 以外も低い。ファインダーが一番あの影響がでかいんですけど。ああ。はい。さすがに気づいたっぽいですね、挑戦感じがありそうですね、これは。はい。お、もう行く。ジェームスレベル2で。これだ、まあでも、ちなみにですね、このサース・ザ・スネークさんという奏者の方、JP 版の記録持ってないんですよね。あの US 版の記録は持ってるんですよ。はい、何を言わんとするか分かるとは思うんですけど、ちょっとそこがちょっと不安だったところでは、まあ、あんまりそのネガティブなことを言うのもあれなんですけど、はい、ちょっと頑張ってほしいですね。でこれファインダー戦なんですけども、こういうふうに3体いて、先ほど申し上げたロックマンクゼ的な、ライン上げですねが3体いると結構難しくなってしまうので、最初にこういうふうに、みんなでラインを上げつつ倒していくっていう形になりますね。でここは、今クーデルカが、まあ、ここ、このゲーム人によって多分戦法が結構変わるので、特に序盤は今、実況のような解説をしていきますけども、今赤ファインダーに対して、クーデルカでバイタリティフォースっていう、物理防御力ダウンの、バフ、デバフをかけましたね。これで多分殴りのダメージを上げるという多分算段なんですけども、私だったら先に青ファインダーに火属性魔法を打つかなっていう形ですね。で、武器が今回、アース、ノーマル、水属性がありますんで、今回、
多分緑から倒していくんじゃないかなと思います。この武器の内容によって緑を先に倒すか青を先に倒すかっていうのは変わってくるんですけど、今回は多分あーでクーデルカにサイレンスっていう沈黙がかかりましたね、うん、これ魔法を打てなくなっちゃったので、はい、かなりやばいですねこれはサイレンスって、うん、まあ十何ターンぐらい治らないので、はい、長いですね長いですね、かなり。しかもこの時点だと、どうやっても状態上治す術が存在しないので、はい、これはかなりやばいと思うんですけどね。ちょっとこれアースパイプ結構いいダメージ出てますね、300、はい、こういうふうに弱点を作っただけでほぼ2倍ぐらいのダメージを出せるので非常に弱点が重要ですね。先ほどから逃げられないっていうのがたまに出てますが、これは何か意味があるんですか？あ、そうですね、こちらですね、ボス戦は逃げられないんですよ。でその逃げられないっていうのが操作が×押しながら丸になるんですけど、これによって、待機するか攻撃するか、逃げるかの3択になるんですけど、待機をするとしたら十字キーを下2回押して丸を押さなきゃいけないので、若干操作の面でスムーズに自分のターンを終えることができるっていうところですね。はい、一応攻撃とかをした後も待機するか移動するか、逃げるかっていうふうに選択できるので、まあ、その操作の速さを利用したものですね。ただ一つあって、なんだろうな、逃げると待機で行動コストっていうものが違いまして、まあ、攻撃も含めてなんですけども、シャドウハーツシリーズ全てに言えるんですけど、例えばアイテムを使うだとか、逃げるだとか、まあ待機だとか、そういうものでそれぞれ行動コストというものが違ってまして、まあ、その行動コストそのターンでどれだけ使ったかによって次に動けるまでの速さが決まってくるわけですね。なのでこういう全員が動く必要があるところは逃げ入力じゃなくて待機の方が行動コストが低いので、待機をした方が相手より早く動ける可能性が高いので、できれば待機の方がこの戦闘に関しては望ましいと思います。はい、逃げるは結構行動コストが若干高かったはずなんで、これシャドウハーツ2だとかっていう RTA でも1でも使われるような知識となってますね。これまあ一見なくはない状況かなそうですね、赤がやばくて、あの赤がやばい行動をしてくる時があるのでこれが来なければ大丈夫かなっていう感じですね。まあ赤、まあ、最初緑と青が1個前の列にいるので赤を最初に殴ることができないんですね、魔法以外では。なんでその一番やばい赤が動く前に青と緑を倒したいっていうのが一つあってですね、まあ、ここを突破できればほとんど、まあ、やばいとこは何個かありますけど、まあまあまあ大丈夫かな。でこうクーデルカで銃を撃つ意味ってそんなにないので、あんまりあれかな。それならクーデルカで魔法を打つか、例えばその前衛で殴ってるエドワードだとかジェームスだっていうその殴り要因に対して、アジリティフォースっていう素早さを上げる、バフをかけたりだとかっていう方が、戦略的には有効かなとは思いますね。もし後のために考えるとしたら、まあ、熟練度を上げて、上げるために、まあ、回数を稼いだ方がいいとは思うんですけど、まあ、チャートの違いっていうのもある可能性があるので。そうですね。これを一概には。このゲーム、一つ、この武器を、同じ武器を使い続けると、武器レベルというものが上がって、熟練度レベルというものが上がるんですね。まあ、魔法もそうなんですけど、熟練度が上がって、魔法の場合は、若干の範囲攻撃になったりだとか、武器の場合は2回攻撃が、発生するようになったりだとかっていう風にちょっとずつパワーアップしていくんですけど、まあ、RTA 上ではどんだけ使っても多分熟練度2にならないのでなかなかね難しいところです。これなんかちょっと嫌な空気が、こう攻撃する対象を分散してるのはあまりよろしくないですね。一人ずつ一気に倒していった方が基本的には安全だが、
ジェームスさんはずっと HP 吸収の影響で維持はできてる感じなんですかね。そうですね、若干ずつ回復していってる感じですね。で、攻撃対象もまあまあそのエドワードとかに行かないでいてくれるから、エドワード多分2回ぐらい殴られたら死ぬんですけど、それがそうですね、運よくないっていう状態ではありますね。あーと一発死ぬ。エドワードが死んだらやばいですね。で、このゲームですね、なんだろう、ボスで死ぬと経験値がもらえないんですよ。あ、レベルが上がんないんで、このファインダー戦とかで死ぬと後々やばいことになる。お、青やりましたね。倒しましたね、うん。回復は今できないんですか、この状況。回復できますね。クーデルカが全員なんか、なんていうかな、回復魔法を持ってる、かつこのポーションってアイテムがあるんで回復はできます。あ、ちょっとヒヤッとはしましたね。そうですね、死んだ仲間はお酒で復活する。このゲームの蘇生アイテムはお酒ですからね。クーデルカ見ながら、クーデルカ、あー、読んでしまった。いや、こういう面白いギャグは積極的に皆さんに共有していこうかなって思ってて。なるほど、はい、ちょっとはい、面白いギャグを言ってくれた方に尊敬の念を表して積極的に共有していく形をとってますんで、はい、ありがとうございます。はい、あと一応殴ってけば倒す、いつかは倒せるんですけど、はい、まああと体力500とかぐらいだから、 2,3 ターンぐらいやばい行動をしてこなければ、この赤ファインダーが横になった、横になって震える待機モーションをしだしたら、やばいです。そうです、このゲーム防御がないんでね。防御ないですね。なるほど、そっか、待機はただの待機ですもんね。そうなんですよ。あ、死にましたね。いやー、怖かった。ちょっといろいろとありましたけど、倒せたのでよしとします。OK ですね。とりあえず一つ目のやばいところは超えました。いや、本当にここ超えられるのかどうか不安でしょうがなかったんで、なかなか今安心しています。 OK、 うん。でこういうとこでも一応、武器だとかそういうものが拾えるのでね。でこのノーマル J リング、まあ、J リング、まあ、そのチャートにも書いてあるんですけど、まあ、いろんなアクセサリーの種類がありまして、まあ、それぞれ、上がる、なんだろうな、インテリジェンス、魔法攻撃力の、量が変わるんですけど、J リングは2個目に弱い、まあ、この段階だと一番強いものですね。これを使って今後は、最後までクーデルカの魔法がメイン火力でいく形になります。なぜ魔法がメイン火力なのかというと、ですね、まあ、魔法がすごい強いで弱点をつけるだとかっていういろいろな理由もありました。あと武器が壊れるんですね、このゲーム。武器を使い続けると壊れる、うん、作者さんがめちゃくちゃ今オーマイガーって言ってましたけど、いやでも特に何もない。あれは多分なんかタンスを開いたらいきなりミイラが襲いかかってきたってことでオーマイガーって感じで。多分そうですね。はい。ここはリングさえつけてしまえば、このブラックホールという弱点属性、弱いな、弱点属性のやつで戦えるので大丈夫です、ね。ここは体力が1200ぐらいあるんですけど。まあ、今のブラックホールで魔法2回と誰かが1人殴ってちょっと削るぐらいで倒せるって感じです。そう、武器は熟練度があるのに壊れるんですよ。うん、なんか噛み合ってない感が。雑魚敵を倒して武器をいっぱい拾っていくっていう前提のゲームなので。ああ、なるほど。はい、一応例外として銃とかボーガンとかの、まあ、の射出系の武器は、まあ、壊れないっていう仕様がありますけれども。そうですね。でここ私の場合はクーデルカ銃じゃなくてダークっていう、絵画の裏から取った、武器を装備して素早さを上げるんですけど、それをしなかったみたいですね。結構チャートの人によってチャートが分かれるところではあります。
で、ここ、この辺、重要なこと説明しなかったんですけど、レベルが上がると、こういうふうに8つのパラメーターに対してボーナスポイント4を自由に振れるんですね。だから、それぞれのキャラを思い思いの形に成長させていくことができます。で、ただ、戻せないので、やばくなったら、戻る必要がある、やり直す必要があるんですけど、まあ、基本的にクーデルカは、魔法力と、インテリジェンスとアジリティをメインで振っていって、エドワードはですね、肉壁として前衛に立っていただくので、基本的にバイタリティっていう、まあ、物理防御プラス HP が上がるパラメータを上げていく形になってますね。で、ジェームスは、まあ、基本的にはインテリジェンスとアジリティ、素早さと魔法攻撃力を上げて、クーデルカの次の火力になるように、最終的に育っていく形になりますね。ですね、壊れるのはロストですね。修理もできないので。はい、そうするとあれですか、 RT だとなんか殴ってる回数とかを間違ったら後で積むみたいなところもあったりするんですか？ですね、この先、さっきのファインダー戦以降、この先は基本的に武器使用しないので、そうなんですね、はい、クーデルカの魔法で全て倒すので基本的にここからは問題ないです、ね。ただ最初に引いた武器がめちゃくちゃ弱いと、雑魚狩りをするときに殴る回数が多くなって途中で壊れちゃうっていうところあって、そういうとこが RT 的なデメリットみたいな部分ですね。そうですね、素手でも戦えるので、まあ素手の熟練度を上げていけば、まあ徒手空拳で敵を倒すことができるので、まあって感じですね。で、ここ、擬態戦ですね。ドッペルゲンガー戦ですね。ここなんですけども、こっちの味方のエドワード、ジェームス、クーデルカの、まあ、ドッペルゲンガーのような幽霊が襲ってくるんですけども、基本的にですね、こうジェームスを先に倒さないとやばいです。ジェームスが、なんだろう、範囲攻撃かつ300ぐらい与えてくる、とんでもない魔法を打ってくるので、ただ1回打たれてしまうんで、2回打たれるとやばいから、先に倒すっていう感じではありますね。その次がクーデルカかエドワードか人によって変わると思いますけど、私はエドワードから倒してますね。なぜかというと、エドワードはその体力高かったりする代わりに魔法防御力が低いので、先に倒しやすいっていうところですね。クーデルカ一人残してもいいかなっていう感じです。シャドウ派は大体主人公が強い。フロム、いや、フロム、うん、まあ、フロム、RT だと結構強いですけどね、ジョニーは。そうですね。うん。素早さがすごく高いので。補助役としては最強ですね。そうですね。補助役としての最強さが本当にすごい。うん、そう、キャッツアイっていう魔力を物理攻撃力にする。そうですね。なんかこのゲームの武器種類がいっぱいあるんですけど、一部特殊な武器が、通常殴りが魔法攻撃扱いになるっていう武器も結構あってですね。まあ、そういうのも結構強くて、まあ、基本的に魔法が強いゲームにはなってますね。そういうところもあり。うん、ちなみにこのボスを倒すとディスクワンが終了になりますね。うん、2回目撃たれる前に倒せたんで、まあ大丈夫かなと思いますね。いや、なんかコメントがなかなか拾えてないですね。ちょっと、まあ、質問系のものはこちらで。あ、すいません、お願いします。あと、コメントでも返していただいている方いらっしゃるので、ありがとうございます。なるほど、はい、コメントで返していただける方はクーデルカ RTA 一緒にやりましょう。ぜひと、はい、はい、このゲームストーリーも非常に良くてですね、ぜひなんだろう、このゲームのなんだろう、バックボーンみたいなところを説明すると、はい、このゲームモーションキャプチャーだとかリップシンクっていうそのムービーに対して演者モーションアクターを入れてムービーを作成するっていう技術を使ってるんですけど、こちらですね、モーションキャプチャーで、4人同時に動かしてムービーを作るっていうのは、この作品が世界で初めてになってます。はい、ちなみに。なんか1人とかはあるんですけど、そういう複数人のモーションキャプチャーはこのゲームが世界で初めて。で、リップシンクに関しては、日本のゲームで初めてです。なんで、結構画期的な試みをやりながらムービーを作ったゲームでもありますし、結構歴史に残ってもいいゲームだとは思いますね、本当に。うん、はい、あとですね、シャドウハツシリーズに言えることなんですけども、実在の人物がモデルになっているキャラっていうのが非常に多くてですね、まあ、例えば、まあ、ロジャー・ベーコンだとか、うん、はい、
まあ、後々出てくるシャルロッテっていうキャラも母親が実在の人物だったりとかしますし、でそもそもこの舞台がネメトン修道院っていうところが舞台になってるんですけども、こちらも実際にウェールズに存在する、ウェールズっていう国に存在するセントデイビッド大聖堂っていうところがモデルになっていまして、まあ、結構そういうので好きな方は好きなんじゃないかなと思いますね。あとクトゥルフが題材になってる敵とかも非常に多くてですね、まあ、そういうダークな世界観が好きな人はこのゲームの世界観に夢中になっていくんじゃないかなと思いますね。でこれで、ボスを倒しましたのでムービースキップした後ディスク交換になりますね。でこっから先もずっと魔法では行っていく形になりますね。ディスク2。そう、シャドウハーツもみんなやろう。まあ、そのクーデルカっていうこのゲームとシャドウハーツシリーズのつながりを一つ説明すると、この主人公のクーデルカっていうキャラなんですけども、このクーデルカってキャラとエドワードっていう、まあ、金髪先ほどのキャラですね。この二人の間の息子がシャドウハーツの中でプレイヤブルキャラクターとして存在、出てきますんで。まあもちろんクーデルカも出てきますし、でこの舞台になってるネメトン修道院もシャドウハーツの一つのダンジョンとして出てきますので、かなりつながりが深い作品になってますね。でこの犬ですね、素早さがめちゃくちゃ高いんで逃げづらいんですよ、すごく。逃げ確率が敵の素早さとこちらの素早さで決まっているので、敵の素早さが高いとこういうふうに逃げが全然成功しないという形になります。このゲームは本当に特殊なゲームで、かつ、コミカライズもされてるんですね。漫画家もしていますし、結構いろいろメディアミックスされているので、本当に好きな人は好き、私みたいな人は特に好きみたいなゲームですね。そうですね、手元に参加あるんですけれども、でも、まあ、クーデルカは単体をオリジナル、まあ、クーデルカ単体で、まあ、まあ、モデルにしてあるので、シャドウハーツシリーズとはあんまり、まあ、パラレル的な感じで読んでもらえるといいんですけども、これを結構、オリジナルストーリーですけど、結構面白くて、読み応えがありますね。うん、おすすめですね。おぬぬめ。はい、エンディングから1年後の後日談という。そうですね。はい。はい、また別のストーリーになりますね。あとドラマ CD なんかも出てるんですね。出てますね。いろいろ出てて。いろいろ出てますね。小説もあるし。いろいろ。で、ここの貴族の霊っていうボスですね。こちら体力1225なんですけども、基本的に、クーデルカでフレームマイン、魔法を2回打てば死んでくれる形になりますね。で、今、エドワードに最初のターンでライトタバールっていう光属性の斧を装備して殴ったんですけど、このゲーム、光属性っていうものは存在するものの、ほぼ全ての敵が光属性吸収になってます。なんで光属性の武器は本当に使い道が1ミリも存在しないという謎武器になってますね。なぜかほぼ全てのボスが光属性は吸収になってます。なぜか。なんか世界観的にも光ってだいぶ効きそうに見えるんですけどね。なぜか。そうですね。熟練度を上げるために相手が死なないで殴り続けられるので、結構あ、そこはいいかもしれないですね。終わりましたね。ここ、あれなんですね。リミットショック使うんですね。まあ、ここ弱点はこの敵に存在しないんで魔法なんでもいいんですけど、ただ、一番最終面、最終ディスクで、私の場合、フレームマインの範囲攻撃を利用するんですね。フレームマインが最終ボス直前ぐらいで、熟練度2になって範囲攻撃になるので、なんで、基本的にこういう弱点のない敵に関しては、フレームマインを打っていって、フレームマインの熟練度を上げていくことをするんですけど、サスネークさんは、もしかしたらリミットショックでいくのかもしれないですけど、一応その範囲攻撃を使うボスが、範囲攻撃を使う対象のボスが非属性弱点なんで、あれですね。なんとも言えないですね。で、ここで、手に入れたメイスという武器ですね。こちら、
か固定、まあ、固定じゃないけど、まあ、ほぼほぼ安定したパラメーターで落ちてますん で, で、かつ、インテリジェンス、まあ、こちらのメイスのスペックに関してもチャートに記載してあるんですが、インテリジェンスが上がる武器となってますんで、こちらクーデルカーにつけていきますね。そうですね、シリーズそのものが闇に偏ってますね。その特にクーデルカとシャドウハーツ1に関しては、かなり闇寄りのゲームなので、まあ、2、From the New World っていう、シリーズ3作目4作目って追うごとに光寄りにはなってますね。だいぶシャドウハーツ1もこの世界観に近いのでね、このクーデルカ楽しかった人はシャドウハーツ1やっていただいて、シャドウハーツ1楽しかった人はシャドウハーツ2やっていただいて、シャドウハーツ2楽しかった人はシャドウハーツフロムザニューワールドやっていただいてというね形ですね。はい、いくらでも持ってるので、はい50本以上、はい、54本ですか。いろんな人にもう配って、12月24日をお楽しみって感じです。あの靴下をベッドに置いといて、シャドウハーツって書いててもらえば、たぶんミッド君が、うん、ソリで届けに来てくれるんで。で、ここボスマットフライですね。弱点が土になりますんで、土属性のストロンガードっていう魔法で戦っていきます。こちら、基本的に、まあ、2回ないし3回、乱数とか、パラメータ次第で3回になるんですけど、打っていけば倒せるので、まあ場合によるんですけど、今回は多分弱いという判断で、インテリジェンスフォース、魔力を上げるバフをクーデルカに2回かけましたね。で、強いっていう判断したときはアジリティフォース、素早さを上げるバフを2回かけて、クーデルカのターンが早く回ってくるようにしますね。で、ここは本当に2回打つだけなので。体力が3025なので1500で2回ですね。まあこの辺からだいぶ火力がインフレはしてきますけども、まあこれ1500とかって当たられるんでね。魔法の成長率の著しさがすごくわかると思います。シャドウハーツソフトをもらってもハードがないです。だそうですけど、ミッドさん。ハードも買っておくべきなのでは。なるほど。おぉ。まあ、アルティアだと PS2 は CPH9万っていう一番最新型を使いますけど、やるだけならね、別に何だっていいので。はい。で、倒しましたね、ここで。バイタリティを上げていく。このバイタリティを上げるのは、あれですね。なんか次の運要素で、クーデルカの防御力をめちゃくちゃ上げなかったら、ワンパンで倒される部分があるんで、そのために、クーデルカに、メイルっていう物理防御力がめちゃくちゃ上がる防具を装備させたくて、それがドロップするまで戦い続けるってことをするんですけど、そこのためかなと思いますけど、ただバイタリティいくら上げても全然やばい状況が抜けれないので、ちょっと目的があれですね。シャドウハーツってカードゲームのやつかって、それシャドウバースですね。そう、RIJ3 の時もその話したの。あのコメントで、ハースストーン、違う、シャドーバースってこれの続編ですかって言われた時に、いや、シャドーバースはハースストーンの続編ですねって言った覚えがあります。ありましたね。ありましたね。懐かしい。まあ、そちらで、ね、そちらもあったりしたっていう昔話でしかね。はい。で、ここですね。ここで、ボーガンっていう武器が取れるんですね。そのブーギンじゃねえ、ボーガンが、しばらくエドワードの武器になりますね。物理攻撃力が一番安定して高いのが、このボーガンシリーズの武器になりますんで、こちらで物理攻撃は賄っていくかもしれないですね。はい。そうですね、スロットはありますね。あの、実機、スロット実機が存在するんで、シャドウハーツに関しては。そうですね、販売元が。発見したというコメントがあるんですけど。え？なんすか？ディスク4だけ発見しました。どういう状態？で、ここでメイルをドロップする前に戦うと思います、おそらく。
で、この、ここの敵の出る敵のデータについてはチャートに書いてあるんですけども、この真ん中の、この足だけの可愛いキャラ、この破裂隊っていうキャラですね。こちらが、バッチ、もしくはジュエルというものをドロップして、こちらはクーデルカの、インテリジェンス上昇にかなり効果のある、まあ、そのインテリジェンス上昇のアクセサリーの中でもかなり上位のアクセサリーになりますね。で、もう一人、アーマードっていう、まあ、鎧の塊みたいなキャラがいて、そのキャラを倒すと、まれにメールをドロップするので、はい、C メールかな。C メールをドロップするので、それが必要になると思います。沼るときは、ここで永遠に枯れ続けて、めちゃくちゃレベル高くなるときもあるので、ここが大変ですね。そうですね、通常プレイヤー全員装備揃う前倒してもいいかなと思います。そうですね、うん、この辺ないのはやばいね。全員装備がほとんどない状態で加入するんで。そうですね、やっぱり難易度は高めですね、はい、ちなみにそのメイルのドロップ率ってどれぐらいなんですか？ドロップ率までは知らないんですけども、うん、体感だと、うん、体感 10%15% そんぐらいかなって感じですね。 10% ぐらいだと割とあるかなって思っちゃう人間なんですけど、まあ割とありますね。なんか本当に一発で行くときもあれば、もうなんかここで30分、30、40分やり続けたこともありますし。なるほどなるほど、はい、いろいろと困りますね。まあ結構そういう点がありますね。ここでバッチとかジュエルがドロップしたら、この先のボスで若干楽になりますね。直近のボスがちょっと楽になる。ああ、レベルがあった。いや、できれば借りながらクーデルカのレベルも9ぐらいは欲しいんですけども。さらに今、バイタリティ上げましたね。そうですね。難しいな。なかなか。まあでも、確かに、企画とかイベントで走るときの一発安定チャートだったら、メールを装備してかつバイタリティを上げるというのはかなりいいことでもあるんですけど、ただ攻撃力が上がらないと相手に与えるダメージが少ないから、あのやんなきゃいけないターンが増えるんで、その分ダメージが増えるから、どっちみちっていうところもありますね。なかなかバランスが難しいですね。そうですね。でこの貴族の例とかはドロップでいいものがないんで逃げます。基本的に破裂隊とアーマードのみを狙って敵を倒していく感じなんです。こういうふうに、その狙ったエンカウントのそもそも出る確率が体感でまあ 20-30% ぐらいだと思うので。ああ、そこでまた低いんですね。はい。で倒してドロップする確率とまたあるとっていう形になってますね。これが2個目の大きな、まあ、運要素といいますか、まあ、大変なところですね。では、破裂隊ちゃんですね。かわいいな。このゲーム、こういう風にね、雑魚敵とかボスがだいぶおどろおどろしいんで、ね、かなりいいですね。ここでボウガン使うんだ。ここの破裂隊はですね、クーデルカの魔法で一発で死ぬんですけど、もう一体のレフトハンドに関しても一発で死ぬんですけど、多分それバイタリティを上げているから火力が若干低くてっていう対策かなって思いますね。エドワードめちゃくちゃ硬いな今回。ブラックホールの火力が1400か、だいぶ低いですね。バイタリティに振ってる分、かなり。本当は1900ぐらいは、多分インテリジェンスに振りまくっていたら出るので、ちょっと低めではありますね。そうですね、ガチでやばい G が出てくる。めちゃくちゃ人間ぐらいのサイズのゴキブリとかのみがたくさん出てくるので。はい。なんか、うん。シリーズを追うごとにグラフィックの進化とともに動きがリアルになってくるんですね。カサ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 って動くし、うん、そのゴキブリたち、バグスとかって名前なんですけど、ナイトメアっていう固有技を持ってて、それがあの画面いっぱいにゴキブリが張り付くっていうエフェクトになってて、はい、まあ、相当なんだろうな、見てきたんでしょうね。きついものがありますけど。だから結構ね、そういうなんだろう、ユーモアがある部分
か、こう、おどろおどろしかったり、シリアスなストーリーだったりするんですけど、かなりユーモアが存在するのが、シャドウハーツシリーズの一つの魅力ではありますね。そうですね。ユーモアと言っていいのか分かんないけど。ちなみに、ボーガンとかって、はい、さっき弾、なんかショットガンの弾拾いましたけど、あれなんですか？もう残弾性なんですか？残弾性ですね。はい、なんで、ボーガンの弾が多分今に、17発とかそんぐらいはあったと思うんで、ただこの先で結構使うので、あんまりバシバシ使ってったらやばいんですよね。なるほど。はい、でしかも、リロードが一つの行動なんですよ。なんか、撃って、リロードして、撃って、リロードしてっていう感じで4回行動しなきゃいけないですよ、2回撃つために。なるほど。結構ね、あれなんですよね。まあ、その分火力が高いっていう武器になります。あと9発、やばいな。9発はちょっと、怖いけど。2はめちゃくちゃユーモアですね。そうですね。その座布団どこで買ったのとか。まあこれはゲームをやっていただいて確認してて。全然アーマードが出ないですね。これは、ちょっとこれはやばですね、これは。ゲームね、非常に欲しいんです。1200しか出なかったですね。あ、かなり弱いですね。やばっすね。なんか、シャドウハーツの話もしますか？多分なんかちょっと時間が空いてしまう。この、ああ、そうだ、このゲームですね、サクノスっていう会社が、開発して、SNKまあ、KOF だとか出してる SNK が発売してるんですけども、この開発のサクノスっていうのはですね、シャドウハーツ1も開発されてる会社になります、ね。で、シャドウハーツ2からはノーチラス。で、このゲームの総監督は菊田さんっていう方で、シャドウハーツ1だとか2にも関わってらっしゃる、すごく有名な方ですね。で、かつ、シャドウハーツ1、と、まあ、このゲームに関してですけど、ヒロタさんっていうすごく有名な音楽系の、ゲーム音楽系の方が関わってらっしゃる、関わってるので、すごく、なんだろうな。なんか、すごく豪華ですね。はい。スクエアの菊田さんですよね。はい、そうです。スクエアの。めちゃくちゃ有名な人です。はい、一番有名としては、はい。うん。その方が総監督やられたゲームです。なるほど。そう、世界観からそうですね、 BGM を戦闘 BGM を本当にいいんですけど、菊田さんも担当していらっしゃって、はい、一応このゲームちょっと戦闘時間がちょっと長くなりがちなんですけど、それに合わせてるのか、でも長くても聞き応えのある BGM になっていて、うんうん、かなり技量を感じさせますね。そうですね。なかなかこうイベントとかの機会だとゲームの音量がそこまで大きくなられないので、なかなかこの BGM を聞くこともできないんですけども、このゲーム本当に BGM がもう激ヤバなので、なんというか、特にラスボス戦の、まあ、エレインっていうラスボスの一個前のボスがいるんですけど、そこのペイシェンスっていう曲が本当にヤバなので、ちょっと本当に個別でも聴いていただきたいぐらいですね、ペイシェンス。本当にヤバい。まず本当に人間の作り出した曲かってぐらいめちゃくちゃかっこいいので。なかなかの表現ですね。いや、すさまじい曲ですね、本当に。いや、本当に同じ時代に生きれて、ありがとう神様って思うぐらいの曲ですね。先ほどディスク4しかなかった方がディスク3まで自分見つかったそうです。未来の奏者が一人増えましたね。いいですね。チャートとかはね、バシバシ配布してますんでね。もうあと、わからないことあればいくらでも聞いていただいてもいいですしね。全然、アーマード出ないな。一回もなんかそれっぽい敵が見てないですね。そうですね。なかなかきついな。なかなかきついな。10% を引くことすらさせてもらえないと。そうですね。まあ、体感なんで、
あれなんですよね。ちょっと。いや、まあ、もうそこはもうあのちゃんとした数字じゃないので大丈夫ですよ。いやー。Interesting. 頑張ってほしいな。そう、ここでめちゃくちゃに沼ってエストを超えるっていうことも結構なくはない。もう一つの終盤の要素は、まあ、なくてもいいんですけど、あれば、ボス、終盤のめちゃくちゃ倒すのに時間のかかるボスが一撃で倒せるっていうゲーム。あー、メールなしでいきますね、もう。大丈夫かな。ちょっと、めちゃくちゃ怖いですけど。あの、ちなみにメールなくてダメな場合は、ガチで積みなので、セーブをしたところで最初からなんですよ、ね。ちょっと、怖いけど。大丈夫か。まあ、ここのボスはいいんですけどね。ディスク3の一番最初のボスが本当にメールが必要になります、ね。で、このボスがですね、ダークヤングっていうボスになりますね。でこちら、弱点が土属性で、体力2916になってますので、まあ、この火力でどうなるかわかんないですけど、基本的には2回ブラックホールという風属性の魔法を打てば倒せる形になってます。弱っ、ちょっと待って、ごめん。3回打ってもダメですね。本来、1500ぐらい出るんですけど、半分ちょっと、バイタリティに振りすぎたかな。このボス、てか、ここの、ここでこれだと、この先のボス、多分全部やばいですね。どこでも死ねますね、割と。ロ君が落ちそうですね。これはポーションかな。ちょっと、ボーが打ちますね。しかもセーブしてないので、ここまで。まあ、セーブしても、もうバイタリティに振ったっていう結果は残っているので、パラメータを変えることも、あ、ボーガン使っていくのか、それは大、一応ボーガンの弾が取れるところが一箇所あるんですけど、それを加味しても、ここで使っていったら多分なくなってしまうと思います。今ので1400、500ぐらいですか。ちょっとまずいような気がするけども。モンゴルセット打たないと倒せないですね、これ。そうですね。まあ、JP、JP の場合、先ほど申し上げた通り、ほとんどのボスが若干体力上がっ、体力とかだとか、精度数が上がってるんですね。そこの差分の話かもしれないですね。もしかしたら。このダークエンドってボスに関しては、US 版だと体力2600のところ、日本版だと2916って言われて300上がってるんですね。ちょっと。Okay, yeah, I'll take that.怖いところでは段数残弾が気になるところですね。そうですね。あ、でもインテリジェンスアジリティに振り出しましたね。ただそ今のバイタリティちょっと上げましたけど、今のバイタリティだと多分ディスク3のボス攻撃1回耐えるぐらいで、でそれで回復してのループで負けちゃうかなって思いますね。あのディスク3の最初のボス姿を見たらもう殴り殺してやるぞっていう、うん、あの見た目と動きをするのでちょっと怖いんですけどね。一応あれ魔法攻撃もするにはするんですけど、まあ実際ほぼほぼないね、うん、でしかも火力も低いので多分相当なターンやることになってでかなり不安ですね。あとここのエイリアスっていうこのボスですね、うん、人なんですけど、ここ結構特殊で、魔法攻撃無効になってますね、このエイリアスっていう人間なんですけど。でかつこの目の前に障害物が2つあるんですけど、こちらにも体力があって1200ほど体力がありまして、こちらを壊してからじゃないとエイリアスにダメージが一切通らない形になってます。あー、なるほど。うわー、痛い。こういう形でものすごい銃撃ってきて、こうやって一緒に瀕死になるので普通に強いという。なんでここに関してもこちらの火力がないときつい。だからクーデルカはここではそんなに活躍できないので、でここでエドワードのボーガンでダメージ与えていく形になっているんですけど、私のチャートのチラス投げ方だと、ボーガンだいたい一発700、まあ50前後ぐらいは与えられて、このエイリアスってボスの体力は2116なので3発で倒せるんですけど、どういう形になっているかって形ですね。あと5発。5発か。まあ足りなくはないかな。ギリですね。めちゃくちゃギリギリですね。
あと4発ですよね。ただ、まあ、火力が足りれば4発以内には絶対倒せるから多分大丈夫かと。おー、ミスだ。クーデルカが物理防御力がすごく低いので、あ、まあバイタリティ減ってるからちょっとあれですけど、今の体力だったら、今の連撃だったら死んでたので、結構危ない。800、強いですね。これなら大丈夫ですね。いやー、なんか、ハラハラしてしまう。このゲームがなかなかイベントとかで見られない理由っていうのは、こういう部分で結構ハラハラするところがすごく多くて、あの、特に私とかは、あの、応募するのビビってしまっているので、出たいとは思うんですけど、なんか事故った時がやばいなっていう気持ちが出ちゃってですね、あんまり。いや、この戦闘は大丈夫そうですね。Also, this is pretty normal pace for this fight.ね、ここさえ超えてしまえば、この先で、バッチっていう、クデルカの魔法攻撃力を上げる、なんだろうな、アクセサリーが確実に手に入るので、まあ、若干火力は全然、なんていうかな、補助できるかな。そうですね、一発走りかなり怖いですね。少なくともエストは多分3時間とかにするかなっていうところですね。はい。現状もうディスクさんが怪しいんですよね、この状態だと。そうですね。ここまで、なんだろう、いろいろとある、いろいろとやばい状況って、あんまり経験したことがないので、ただ体力が1100ぐらいあるから、まあ、まあ大丈夫かも。ただ火力が低いので、って感じですね。殺される可能性は十二分にあるかな。のみとゴキブリセットなんですね。かわいいですね。でかい。めちゃくちゃでかい。Alright, so we need to talk to Elias again, because he gives us a red key, which is what we need to unlock two doors. We need to do some backtracking. 虫ちゃんかわいい。That room with the, with the old couple. でもこの今回出てくるかわかんないですけど、あの黒猫っていう本当にただの猫ちゃんが敵として出てくる時もあって、それはかわいいので、もうぜひね出てきてくれればいいなって気持ちですね。その猫ちゃんが、猫ちゃんを倒すとキャッツアイっていう、まあ、最強クラスの、装備が手に入りますね。先ほどチャットでも書かれてましたね。そうですね、キャッツアイはかなり強いですね。日本版だとダニエルクロスっていう武器がかなり最強、まあ、この後取っていくのかなと思いますけど、最後その次に強いですね。このここで出る、一応ここで黒猫は炎化する可能性があります、このスペース。ともう一つオグデンの物置っていう場所で、出てくる可能性があるんで、出てきたら嬉しいなっていう気持ちですね。で、しばらく、まあ、フラグ回収というか、いろんな謎解き、移動していったっていう。ディスク2はもうここからほぼほぼこういう謎解きがメインで、あとボス1個かな ?1 個か、1個ですね。多分メールなくても死なないかな、死なないとは思うんで、ちょっと安心してます。まあでもあれ、人によってこれだけチャートが変わるってことは、まだまだ進化の余地があるってことですね。十分にあるかなと思いますね。まあもちろん運で加速する要素もあるんですけど、まあ走者が多分海外と日本含めたら、まあ8人、マックスで8人ぐらいしかいないので、まあ本当に研究の、なんだろう、甲斐があるなとは思いますね。ナルティチュートリアル動画はないですね。これは期待されてるんじゃないですか。やるしかない。強いて言うなら、私のチャートと、海外勢の全一の方のチャートがあって、まあ、それを見るしかないかなと思います。あとは細かいところは、まあ、私に聞いたりとかするしかないかなと思いますね。SRC にガイドとかとかあるんですか？ガイドはありますね。なるほど、なるほど。はい、そちらを、そうですね、読み解いていったりとか。あ、黒猫来ました、来ました。猫ちゃん。
猫ちゃんは魔法で一撃ですね。標準サイズだ。かわいい。ドライフード。Not what I was looking for. ドライフードあげるの？なんだ？なんだ？ボーガンの弾。あ、ボーガンの弾ですね。逃げた！ああ、マジか。逃げるんだ。あ、まあまあまあ、でもまあそうですね。まあまあまあ。黒猫っていう敵は、経験値がそこそこ高くて、かつキャッツアイをドロップする可能性があるんで、RT 的には、基本的には倒した方がいい敵ですね。ほうほう、本当になんか、いろいろ思惑がありそうですね、この走者の方。そうですね。キャッツアイは、魔法攻撃力の上昇率が、本当に、まあ、2番目かな、全体で。RT トレンドの中で。で、それプラス、アジリティ、素早さがめちゃくちゃ上がるので、基本的に、かなり強い装備になってますね。かつ、通常攻撃が魔法攻撃になりますので、かなり強い。はい、トレッド。猫派だったか。猫派、倒さない。なるほど。なるほど、なるほど。私もめちゃくちゃ猫好きなんで、毎回号泣して、号泣しながらフレーム前打ってますけど、ちょっと、本当に申し訳ないって思いながら。お、そうだな。とても悲しい気持ち。まあしばらくはフラグ開始ですね。If you skirt around the edge of the room, you don't go into that loading zone. Waste a little bit of time. Like ever so slight. まあ大丈夫かな。Resident Evil as an RPG. っていうならまあ火力面でしょうね。そうだね。火力面が、まあそのディスク3最初のボスのガグっていうボスに対して、まあどれだけの火力が出るかっていうところですね。ちなみにそのガグっていうボスなんですけど、クーデルかソロで戦うんですよ。タイマンで戦うんですよね。だからクーデルか殴り殺されたらその時点でゲームオーバー。かつ体力は結構高い。前衛がいないんでクーデルか素で殴られちゃうので、なかなか大変なボスなんですけど。All right, so we pretty much got everything that we need now, except for this random encounter. まあなんかコメントでチラチラあったものがあって、シャドウハーツシリーズってすごいリング、ジャッジメントリングってものが特殊な戦闘システムとしてあるんですけど、クーデルカはなくてですね。その代わりにこの戦略的なこのマス目バトルというかがある感じになってますね。結構シャドウハーツシリーズ全体的に可愛い。飲みとゴキブリ。飲みプルプルしてんのなんかすごく可愛いな。まあ、私虫大嫌いなんですけど。結構ね、特殊で面白いですね。ムービーとかもある程度スキップしてしまったり、謎解きもまあ、サクッとやってしまったりするので、本当にクーデルカに興味が湧いた方は、ぜひ購入していただいてやっていただければなと思いますね。本当に特に BGM がとてつもなく素晴らしいんで、他の部分も素晴らしいんですけど、BGM が素晴らしいので、ぜひやっていただきたいなとは思いますね。なんかなった。なるほど。ああ、あれですね。Amazon で見ても中古で745円なんで、そんなにこう、ハードルが高いわけじゃないんですね。そうですね。私もゲーム屋よく行ったときは、クーデルかシャドウハーツは見つけたら絶対買うようにしてるんですけど、大体1000円以内ぐらいかな。ああ、なるほど、なるほど。っていうのは。参入しやすい。結構、駿河屋とかにはあったりしますね。ここ謎解きなんですけど、なんていうかな。まあ、一定の場所を歩かなきゃ、走るでも歩くでもいいんですけど、通らなくては、前の鍵が開かないんですけど、判定が地味に難しくてですね、今一回失敗したので一回出ましたね。あ、開いた。こういう謎解きは結構難しいので、初見だと本当に悩むところではありますね。出た。この、ここ3つ目の運ゲーです。このマーズっていう敵がいるんですけど、これが出て、かつ、バイブルっていう使用アイテムを落とすんですけど、その中で、属性があって、その、風属性、ウィンド以外、ウィンドバイブル以外のバイブルを落としたら、ディスク3最後の神の使いってボスが一撃倒せます。それを使う。だいぶいきますね。
そのボス、普通に戦うとかなり戦闘システムが特殊なので、5分以上はだいたいかかるんですけど、こいつを倒せて、かつバイブルがドロップして、それが風じゃなければ、めちゃくちゃ速くなりますね。よあー、もう火力がない。ここで400か。400はちょっとまずい。もうボーガーも撃てないですもんね。しかも、このマーズっていう敵は弱点水なんですよ。今、火打ちましたね。それもありますね。あの水属性の魔法を打たなきゃいけないんですけど、ディスク入れ替えの時は普通に入れ替えますか。ガチャガチャガチャ頑張って殴りに。いや、水属性の魔法を打ってれば死ぬんですけどね。殴り殺すのは多分無理無理というか、やめた方がいいと思う。水リミットショック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 。なぜフレイム。いや、でもこれってバイブルドロップって本当に、なんていうかな、このマーズっていう敵が出ること自体は結構まれで、多分この状況に慣れてないだけだと思いますね。例えば熟練度上げしようとしてるとかそういうのはないですか、可能性として。ないと思いますね、多分。多分なワンパンの方が、うん、いやでも、うん、ないとは思いますね。まあ、このゲーム本当に、まあ、こういうなんかいろんな特殊な状況が、特殊な状況に対して適切に毎回対応していかなきゃいけないので、結構そのやり込み何回も走ったりだとかっていうのがすごく重要になってきますね。データもたくさん見なきゃいけないものがありますし、なんで本当にやり込みがいのある RT かなとは思いますね。短いけども弱点言語差はないですね。このキャラリミットショックだと普通に1000いくつとか与えて、体力が961なんで基本ワンパンなはずなので、いかがでしょうか。落ちるか。All right. RNG, please. ああ、びっくりした。レベルが上がった。レベルの後でドロップしたかどうか。あ、ウィンドだ。唯一引いちゃダメなやつ引いた。そこか。せっかくドロップしたのに。残念。ウィンドは敵が、その神の使いが吸収なので、吸収属性なんで、打っても意味がないんですよね。なかなかちょっといろいろ振り回されてる感じ。そうですね。なかなか振り回されますね。まあでも、まあでもしょうがないところですけどね、本当になんか運要素なんで。まあただ本当に神の使いは、一応、まあ、なんていうかな、時間はかかるけどちゃんと倒せるので。ただ神の使いは本当にこのゲームのボスの中でも一番知識とか、なんていうかな、テクニックとかそういう部分が必要になってくるボスなので、まあどれだけ時間かかるかところですね。だから普通に死ぬ可能性も十二分にあるので。はい、ではですね、ちょうど今8時を過ぎまして、ちょっと私の時間の時間がここまでとなりますので、時間にも交代させていただきます。私自身ね、この1時間半後にまたお会いすることになるんで、そちらで、またお会いできればと思います。ここまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、で、これ、ディスク2の最後のボス、キマイラになりますね。このキマイラ、弱点が水なので、基本的にクーデルカの、水、リミットショックをメイン火力にしていきます。で、クーデルカ以外にターンを回す必要が全くないので、クーデルカ以外は、まあ殴りましたけど、クーデルカ以外は、基本的には、なんていうかな、逃げるで、高度コストの高い逃げるで、時間を消化していって、クーデルカ、まあ、クーデルカにターンが回るのが多い。これ、なんだろうな。これクーデルカの火力がめちゃくちゃ低かったのかな。殴ってますけど、基本的にもうここまで来ると殴りで与えられるダメージっていうのはほぼほぼないので、あまりもうクーデルカで行くしかないところではありますね。そうですね、このゲームマイナーだけでやったら本当に面白いですね。あと、まあでも謎解きとか、いろいろと難しい部分があるので、このゲーム本当に RT にめちゃくちゃ向いてます。特に本当に RT に特に向いてますんで、ぜひね、興味がありましたら RT の方、参入していただけたらすごく面白いかなと思いますね。
あとバフかけないですね。バフをかけなくてもいいようにパラメーターを調整、なんていうかな、上げていくので、バフが必要ないぐらいには。だ場所によっては、そのクーデルカに対して素早さを上げるアジリティフォースだとか、っていうのをかけるんですけど、基本的にインテリジェンスのブーストとかはかけないですね。かける必要がないぐらいには火力がありますね。このゲーム、ある程度めちゃくちゃ向いてます。死ぬほど向いてますね。あの運要素が多いんだけども、実力がすごく問われるし、ちゃんとやらなきゃいけないゲームになってますんで、結構人気のあるジャンルってそういうゲームが多いのかなとは、私は思ってますね。最初のドロップで終了することはありますね。まあ、別にそれはリセットすればいいので。別にね。リセゲーすればいい。まあ、ある程度なんでも若干運ゲーですからね。言ってしまいます。特に RPG は運が絡む量がどれぐらいあるかっていうだけしかないので。結構かかりましたね。これで終わりかな？終わりましたね。そうするとイベントに出るのは難しいかもしれないなっていうところですね。運要素が強すぎて。やる分には本当に面白いゲームなんでね。本当にあるやっていただきたいですね。倒したので、あとはいろいろな、なんていうかな、フラグを回収していって、ディスク2が終わりになりますね。一発勝負はなかなか難しいかなと思いますね。本当に BGM もシナリオも、まあ、全体的な雰囲気もとてもいいゲームなんで、まあ、通常プレイでも本当にやっていただけたらなとは思いますね。ただプレイステーションにしか存在しなくて、アーカイブも存在しないので、本当にプレイステーションないし、プレステ2、初期型 PS3 のようなものがなくてはちょっと遊べないっていうところがありますけども。そうですね。まあ、序盤で説明しましたけども、このゲーム、4人以上、4人でモーションキャプチャーやったのは初めてですね、世界で。1人とかはこれより先にもあった。あと、リップシンクっていう、口と喋ることをシンクロさせるテクニック、技術が、日本で初めてですね。まあ、シャドウハーツシリーズもプレセ2でしかできないので、ぜひ、まあ、リメイクを、リメイクというか、遊べる手段が欲しいところですね。そうですよね。なかなかね。あ、そうですね。PS1 だったら初期型でなくても動きます。動きますね。結構ね、ホラーというか、こういうなんか、まあ、クトゥルフだとかそういう雰囲気が好きな人は好きなんじゃないかなとは思いますね。まあ、コモナゾトキですね。先ほどの流れたオルゴールの音に沿ってボタンを踏んでいく。まあ、本当にね、シャドウハーツをやった後で、クーデルカをやっていただいてもいいですし、まあもちろんクーデルカから先にやって、シャドウハーツやってもいいですし、まあシャドウハーツシリーズ全体を、愛していただければ、私たちは本当に嬉しいですね。そうですね。私たちは本当にシャドウハーツシリーズが好きすぎて、めちゃくちゃにRTAやってたりとかする人ですからね異常に好きすぎるから本当に何回やっても面白いですからね。まあ確かに、うん、私一番いろんなゲームやって一番好きなゲームがシャドウハーツシリーズですからね、いまだに。そうですね、うん、ネイロさんの影響で始めてたんですけど、やっぱり今でも一番面白いゲームとしてあげるなら、まあ、こういうシリーズをあげますね。ですね。ロハの RT、eBay で走って、ちょっと長いので、なかなかどこの eBay でも、受からないので、ただ、本当に、シャドウハーツシリーズの RT はですね、その、
めちゃくちゃ細いリングのストライクエリアっていうめちゃくちゃ細いところに止めまくるっていう結構技術的に面白い RT なんでね、まあ本当にやばいやばいやり込みをしなきゃいけないゲームなんで、まあ、本当にいつかはやりたいですね、はい、そうですね RIJ3 ではシャドウハツフロムザニューワールドっていう4作目がですね、ミッド君奏者私解説でやってたりしましたし、そうですね、はい、3年ぐらい前ですか、めちゃくちゃ前ですね、うん、懐かしいですね、懐かしいな、深夜帯で会場でやりましょうね、はい、視聴者もその当時は3000人でしたね、大体、ね、今となってはめちゃくちゃ多いですけどその当時は、でここですね、ディスク2最後のイベントなんですけど、ガーゴイルっていう敵がこのゲーム存在するんですね、それ何かというと裏ボスなんですけど、めちゃくちゃに強い裏ボスに今追われています。ガーゴイルを倒すのは不可能なのでこの時点でガーゴイルかひたさん逃げると、そうです、この時点でのガーゴイルは完全無敵なのでいくら殴っても効かないんですよね。で、あの攻撃食らうと多分一発で大体死ぬので、はい、こう逃げミスったりとかしたらまあ普通にゲームオーバーですね。完全無敵時間進化してる。でここですよ、ここのディスク、はい、先ほどからずっと言ってたそのディスク3最初のボスのガグがどうかっていうのがとても気になる。あ、右から行くんだ。こう左から先にフラグ回収した方が早いんですけど、右から行くんですね。でここまでセーブをしてないので、うん、ガグで多分死んだらリタイアじゃないかな、っていうのがある。かつ今の感じだとガグに負ける可能性結構あるので、ちょっと本当に怖いんですよね。そうなんです。セーブをしてほしいんですよね。ちょっとできればセーブはしてほしいですね。このゲーム本当にどこで死ぬか、まあ、しかもこうクーデルか一人で逃げれないと雑魚敵に殴られて死ぬ可能性も結構あるんですよね。雑魚敵が普通に300の4回攻撃とかやってくるので、はい、それでなんか一瞬で亡くなってしまうみたいなところがあってですね、だから結構やばいんですよね。セーブできるところは次のガグ倒さないとないですね。次のボス倒すまではないです。このゲームは基本的にボスを倒さないとセーブポイントが使えないんでね。そうですね、ボス前でセーブができないので、はい、あ、 RT には向いてます。このガグなんですけど、あのちゃんとしたパラメータ上げをしていれば、まあ、苦戦するボスではないので、本が結構いろいろ本番ということもあり、一発勝負ということであり、結構特殊なことを結構してらっしゃるので、そういうところかなと思いますね。ここでですね、このペンダントっていうアイテムを拾えるんですけど、このペンダントがないと、あの、あるイベントで強制的にゲームオーバーになります。そうなんですよね。このペンダント、うん、ペンダント持ってないと、あの、クリアすることはできませんね。あ、J 変えた。あの、ノーマルリングよりノーマル J リングの方が強いんですけど、強い方を変えましたね。The only way that you'll actually know...一応ここで拾わなくても、一応は救済措置としてありますね。まあ、一応あるっちゃあるんですけど、ここで拾っても、まあ、後で拾ってもって感じです。うん、終盤で一応救済予想はありますね。はい。いやー、怖いな。こっちがハラハラしますね。多分、でも、今見てる感じ、バイタリティの能力値的には、おそらく耐えることは、全然できます。
ただその代わりに魔力を犠牲にしているの でかつバッチのような魔力がめちゃくちゃ上がるアクセサリーも今回はドロップしておりませんので、結構火力が低くて長い間戦ってるうちに自利品で負けるみたいな展開がなくはないかなと。そのなんだろう、単性バトルではないので、普通になんかこっちが詠唱してる間に相手が2回動くみたいな状況もありますし、結構その相手の行動次第になってきちゃう部分がありますね。なかなか難しめですね。この次のマップでボスですね。こういう敵にも殴られたら死ぬ可能性あるからな、怖いですよね。ガグを倒してしまえば、3人合流するので、まあまあ比較的安全にはなるんですけども。そうですね、比較的。はい。ここが、一応多分最後のやばいところかな。他にもありますけど、さあ。ガグ戦ですね。注目のガグ戦。弱点は風なんでブラックホールを3回。この筋肉ムキムキの状態ですよ。うわぁ、バンバンってこう腕を鳴らして殴り殺してやるぞっていう勢い。これ300ぐらい食らうので、まあこれメールがあるぐらい、メールがあるのと同じぐらいの、バイタリティはありますね。まあ火力がどれぐらいかですけど、火力5300ですね。4回。いや、5回だな。5回殴、5回打たなきゃいけない。だから回復を多分2、3回いいタイムで挟まなきゃ死にますね。殴りますと4ばかりのこの状態である。こんな腕が 4本もあるマッチョマン、さすがにちょっと厳しいですよね、これ。いや、厳しいっすね、これ。女の子ですからね、こっち。どういう状態？てか、これ次のターンヒーリング打たないと死にますね。あー、これ魔法打ってくれましたね。こいつ、殴りだとか、魔法だとか、あと、ぐるぐるパンチ、列かよみたいなやつを打ってくるんですけど、魔法は、こっち魔法防御力高いので、結構火力が低い。回復した方がいいですよ。回復した方が、はい、おちょっと攻めるね。ちょっと。大丈夫か？そこは回復した方がいいっすよ。やばいっすよ。これあと2回打たなきゃダメですね。あと2回。あと逃げるじゃなくて待機の方がいいっすよ。これはでも魔法。でも次、この魔法を食らったことによって体力が300ぐらいになって、物理攻撃食らったら死ぬ体力なんで、回復っすね。あ、ハイポーション。ああ、回復しましたね。なら大丈夫。アイテムなら、そうですね、行動コストを、うん。そうですね、はい。アイテム回復なら、うん、行動コストが低いので、ほぼ確実に回復できますね。魔法ばっかだ。ただ火力に振っていた場合で、かつメールがある場合って、こいつ3発ぐらい倒せるんで、2ターン短くなるんで、まあ、もちろんタイム的にはそっちの方が早くなってますね。めちゃデレですね、これ。めちゃデレ委員長だわ、これ。あ、死んだ。ランス良かったですね。4発で死んだから。いや、良かった。これ多分もう大丈夫ですね、おそらく。セーブもしてないとなるとすごいヒヤヒヤでしたね、やっぱりこれ。いや、怖いっすね。この先もまあ死ねることもあって、てか俺、この間走ったんですけど、このガグ倒した後の雑魚演歌での赤いカラスがいて、そいつにツンツンツンってやられて、一瞬で死んで終わったんですよね。そういうのがあるので、ちょっと今のところでセーブしてほしかったっすね、ガグのところで。この先の雑魚的本当にやばいので、まあまあマジでノーセーブで最後まで突っ切るつもりなんでしょうかね。ちょっと、うん、勇気振り切れてますね。これは、ここら辺とかの演歌がマジで弱くて、今のボスガグがレベル25ぐらいで攻撃力がいくつだったかな。まあいくつだったか忘れましたけど。で、出てくるそのカラスが、先制してくる上に、レベルが35ぐらいあって、攻撃力もそのさっきのガグより6だか8高いんですよ。だからツン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 ってやられて一発死ぬんですよ。結構、お、そいつは苦労するな、カラス先に。あ、面白いな。激うま逆。ちょっとチャット欄が。あ、ここでですね。これ、このダニエルクロスっていう装備を手に入れました。これ、実は JP 版限定ですね。US 版とか PAL 版には存在しない武器になってます。これ、最強武器です。このゲームには。魔法系の最強武器。
これが日本版しかなくて、まあ、これがあるのが日本版唯一 US よりなんだろう早くなる可能性のあるものなんですけど、まあそれ以外がしんどいので演歌なかったですね。よかったですね。怖かった。どこぞのそのねドラキュラが出てきそうなお城でみたいに投げて使うっていうわけではないってことですね。そうですね、投げては使わないですね。あの手に持って殴る感じ。まあその次の戦闘でダニエルクロスがどういうものなのかが分かると思うんですけど、手に持って殴る、多分一発で見たらまあそういうもんだよっていうのが、うん、多分視聴者の方にも分かると思うんで、そうですね、まあこういうもんなんだなっていうのが分かってくれると。なるほど、はい、でここでイビルボーンっていう装備を、ジェームスに装備しましたね。こちらも魔力が上がる系の装備で、これただ、ダニエルクロスとかよりは弱いのでジェームスに装備していく形になりますね。うん、この辺りそのマーズっていう先ほどのバイブルが落ちる敵が結構出てくるんですけど、まあ結構この今出ているチコンっていう敵が結構出やすくてですね、まあ、もう一回マーズ出してもう一回バイブル引いたら本当にすごいなと思うんですけど。今ダニエルクロスちょっとしか見れなかったな。まあ、次でちゃんとちょっと申し遅れましたが、司会進行変わりまして、ここからは私ゼロ吉が担当させていただきます。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、すみません、我々がペチャクチャ話しすぎて、我々とか私がペチャクチャ話しすぎていやいやいや、解説、まあ、基本的にやっぱ解説の方にお任せしたいところではありますので、私もちょっとねこのゲーム未プレイですので、完全初見ですので、はいはい、解説がお二人もいると非常に心強いですね。じゃあ、後ほど、ミッドの方から、シリーズ4作全部が送られると思いますので、よろしくお願いします。スターターですねちょっとプレステ1本体は実家ですけれども、一応ね PS3 はトルネ専用機みたいな感じでありますので。なるほど、なるほど、なるほどの怖さなるほどのワードの怖さすごい。そうですね、まあ、ここからしばらくなんだろう、フラグ回収ですね。次のボスがですね、このゲームのストーリーにおいてすごく重要なキャラがボスになっていますね。まあ、その時にまた説明します。まあ、しばらくは安心だろうし、アンコロ持ちみたいな敵、かわいいですね。かわいいですね。かわいい。うん、クーデルカの敵も怖いけど、シャドウハーツ1の敵の方が俺怖いなって思う部分がありますね。ああ、結構、あ、確かに。なんか犬の口から人間の腕が生えてて逆立ちしてるやつとか、うん、あの化け物みたいなでっかい蛇のお腹の中に、なんだろう。赤ちゃんがいたりとか、人間の赤ちゃんがいたりだとか、いろいろすごいですからね。あとなんか、でっかい人間の皮の肉団子みたいなやつの上に赤ちゃんの上半身があって、いろんなとこから人間の手が生えてる、まあ、種類化け物とかね。で、虫の方がマシみたいな感じのビジュアルでしょうね。虫の方がマシですね、正直。結構いろいろすごいですから。ただ本当になんか素晴らしい。で、ここ今、なんていうかな、人形に話しかけたんですけど、こちらですね、途中で、人形のアイテムを2個手に入れてきたんですけども、その人形2個、アイテムが2個なかったら、あの人形たちと戦わなきゃいけなくて、はい、で、あの人形たちめちゃくちゃ強いので、基本勝てないので、困るっていうやつです、ね。そういうところにもトラップが仕掛けてあるということですね。じゃあここ結構序盤で最初通るので、普通に話しかけて普通に殺されるっていうのは、多分このゲームやったことある人はみんなやったのかなと思います。でここですね、椅子の悪霊、本棚の悪霊っていう基本的に雑魚敵なんですけども、ボスとして出てくる敵ですね。でここ体力5776、お互いに5776となってまして、赤い方が弱点が水で、緑色の方が弱点が土で、分かりやすい形になってます。ここからはジェームスも、弱い。ジェームスも火力として参加できるんですけど、ここ1200ぐらいは出る予定だったと思うんですけど、700ぐらいか。
クーデルカはどんぐらいかな4000、うん、普通ぐらい、まあまあまあ、これダニエルクロス、これ、うん、あのでっかい破壊石を手で、ね、これ持ってるこれですよ、これがダニエルクロス、十字架ですね。魔法武器って本当ですかこれ。魔法武器ですね、うん、これ殴ったら魔法になるんですよしかも属性付きですからなんかすごいですよね。いやー、恐ろしい十字架ですね、これ。結構ね、シャドウハーツシリーズって、こういうユーモアがあるやつがすごく多くて、シャドウハーツ2とかだと、冷凍マグロを武器にできたりだとか、冷凍マグロ。あと、なんだろう、ちっちゃいビル、ちっちゃいビルとか、はい、いろいろありますね。慣れちゃった部分ありますね、なんか我々は。このエドワードが持ってるなんか、角みたいのもすごい長いというか、あれ長いですね。レイピアちゃん。あと、フロムザニューワールドであれですね。おでんが武器だったり、うん、サボテンが武器だったり、うんうん、あとは、あれですね。伝説の剣が刺さってる台座を武器にするとか。あの台座が本体。そう。伝説の剣抜こうと思った、あるキャラが伝説の剣抜こうと思ったんだけど、うん、抜けなかったからしょうがねえから台座ごと武器にしたれみたいな、うん。抜かなくてもいいやって。それごと抜いて、それをさらに鞘につけるっていう。何ですかって。台座ごと鞘に。台座ごと鞘に。だからもう、物理的になんかおかしい。おかしいですね。いいんですわ。おでんってあれですか、熱々おでんってことで、なんか敵にあったかいの押し付けてダメージ与えるとかなんですか。いや、多分あの、純粋に切れ味がやばいんじゃないかな。なんか切れ味なんか熱湯おでん丸っていう武器なんですけど、あるキャラの最強武器なんですよね、その武器は。最強武器、はい、師匠から譲り受けるんですよ、熱湯おでん丸。うん、はい、まあ、そんなんがあったりとかするんで、この、なんだろう、イビル・ボンとかダニエル・クロスとか、ちょっと慣れちゃった部分がありますね。おでんの方はなんか、殴ると、なんか重い金属音がするんで、本当におでんなのか、疑わしい部分はありますけどね。食べれるんだろうかって感じですね、うん、一応説明には食べられるっぽいですけど、でここで椅子の悪霊、本棚の悪霊倒しましたね。次のボスがこのシャルロッテちゃんっていうこの幽霊の女の子なんですけども、この、まあ、ネメトン修道院で、まあ、幽閉されている女の子の悪霊ですね。わあ、これはなかなかやばいビジュアル。可愛いですね。可愛いですね。プルプルしてますね、かわいい。恥ずかしがってるんですね、多分。このキャラ、弱点が水で、土半減、火無効となってます。で、基本的にそういう形なんで、水属性のリミットショックをできます。ただ、このキャラですね、攻撃力だとか、魔法防御力だとかが、もうかなり高い敵なので、結構ダメージが与えづらくて、苦労する場合がありますね。このシャルロッテなんですけども、シャルロッテのお母さんも史実にいますね。シャルロッテのお母さんの名前は、実際の人物で、ゾフィー・ドロテア・フォン・ブラウン・シュバイク・リューネブルクさんですね。実際に存在します。この、シャルロッテなんですけども、あるフラグを2個回収して、ここにたどり着くことによって、この戦闘をカットすることができます。ただ、RTA では、まあ、経験値だとか、いろんな面で倒した方が基本的にいいので、倒しますね。イベント、うわ、信頼どうぞ。こうね、ここ行き高いんで、エドワードだったら普通に死んじゃうんですよね。で死んじゃうと経験値がもらえないから、蘇生しないといけないですね。たまにそれ追い越すよ、大丈夫。よし。こういう感じですね。で倒さないっていう選択をすると、シャルロッテちゃんが救われるんですけど、悪霊にならず救われるんですけど、その代わり、もらえるアクセサリーが若干弱くなるっていうものはありますね。これを普通に倒すとスターブローチっていうアクセサリー、まあ、魔法系のアクセサリーで最強のアクセサリーですね。で、フレアブローチ、イベントで、戦闘カットするとフレアブローチっていうその次に強いブローチ。2個目に強いアクセサリーが手に入りますね。このスターブローチだとかフレアブローチだとかっていうのは、シャドウハツシリーズにも、出てますんで、まあ皆さん、なんだろうな。シャドウハーツやってる人ならおーってなる要素ですね。ただこのゲームだと魔力とか死ぬほど上がるめちゃくちゃ強いアクセサリーなんですけど、シャドウハーツシリーズだとスターブローチはなんか暴走しても逃げられるっていうアクセサリーで、フレアブローチはフュージョン
の、必要な SP が下がるやつだったかな。確かそうですね。SP 半減ですね。なんで、まあそんなに、うん、という感じですね。うん。Okay. All right. 結構長くやってるな。まあ、本当にこいつ、シャルロッテちゃんは、魔法防御は高いので、かなりダメージが与えづらくて、まあ、体力が4761って感じで結構少ないんですけど、少な目ではあるんですけど、ただ結構しんどいですね。あ、そもそも、あれか、ジェームスのリミストック16とかなのか、それはきついわ。ジェームスがすごく弱いですね、これ。ジェームス、バイタリティにちょっと振りすぎたのかな。もう通した、うん、それならジェームス何もしなくてよかったですね、うん、ジェームスクデルか爆笑がまだ良かったですね。いや、何もしなくてもよかった。倒しましたね。でここから、スターブローチって鎖が手に入るので、ここからまた、クデルカの火力が1段でパワーアップして勝ちになるんですけども、ただですね、多分素の攻撃力が今見たところそこまで高くないので、ちょっと次のボスも結構危ないかもしれないですね。スターブローチ。あ、でもつけてたリングがめちゃくちゃ強いんだな。な、まあ、うん。そうですね。そのガグをメールなしで超えるためにパラメータをいじった結果、全体的にきつくなっているっていうのが今の現状かなと思いますね。きつくなってるというか、時間がかかるようになっているという感じですかね。まあ、結構時間がかかるイコール結構厳しくなるっていうところなんですけどね。その回復だとか蘇生の方法に乏しいゲームなので、自利品になると結構どんどんしんどくなっていくゲームではあります。ここまで来たらでもさすがにどっかで死ぬことはまあないかな。そうですね、このエドワードも事実にのっとった人ですね。エドワードのモデルは、モデルというか本人なんですけど、ロード・ダンセーニっていう方の、若い頃になってます。で、途中でロジャー・ベーコンっていうキャラ、ムービーでしか出てこないんで、出てこなかったんですけど、キャラがいて、そのキャラが、なんだろうな、684歳なんですよね、今。結構長いこと、結構ご高齢の方で。でロジャー・ベーコンは、シャドウハウスシリーズ4作全部に出てますね。皆さんおなじみのガシュイン達也の方ですね。それ最終作までいくと何歳とかになってるんですかね。最終作は、700いくつだったかな、728歳くらいですかね、確か。じゃあ715歳か、そうですね、うん、ぐらいですね。まあビビたる差というか、うん、そこまでいったらもう30歳とかもう誤差ですよね。誤差ですね、赤ちゃん、うん、生まれたてですね、30歳は。ここの、やばいし、こう弱点、火ですね、このキャラ。この生贄の羊っていうボス、スケープゴートっていうボスなんですけど、体力9216の弱点が火、水が無効になってます。で、基本的にはフレームマイン、火属性の魔法を打ちまくるのが基本となっているんですけど、こうストロングアート打ってたけど大丈夫かな。結構、ここのボス、攻撃力高いので、エドワード死んで、やばいことになる可能性も。なんか、味方も敵もなんですけど、攻撃した後に移動する権利が存在するので、例えばエドワードを敵が倒したとします。そしたら、例えばジェームスの、今のジェームスの前、一つラインを上げるとします。そしたらエドワードを蘇生できないんで、前衛がいない状態で攻撃を受け続けることになって、結構、本当にやばいんですけど。まあ、でも、今のダメージ見る限り大丈夫かな。ストロングアートを打っているな。なんでフレームマインを、フレームマインを打った方が711なんで9200だから10 14回ぐらい打たなきゃいけないんですけど、結構大丈夫かな。まあ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 、でも死ぬことはないでしょう。見た感じコマンド選択ミスっていうわけでもなさそうですよね。そうですね、繰り返し打ってるんで多分なんだろう、チャートのミスなのか、なんていうか、
認識のミスなのか分からないですけど、そういうところかなとは思いますね。多分間違えちゃってる部分なんですね。まあ、やばいことしてこない。あ、これやばいです。これが一番やばい。これが魔法防御ですよ。エドワードに、あ、でも結構魔法防御ありますね。エドワード魔法防御低いと、これ普通になんか1500とか食らうんですけど、回復した方が良いと思いますね。そろそろ。回復した方が良いのでは。いや、あれなのかな、海外版のコンツン弱点知らないな。海外版も同じだったと思うんですけど。海外版も必須ね、はい。体力が200くらいぐらいです。あ、蘇生しなかったんだ。あ、で、こうやって、こうやって前にライン上げられちゃうと、もう、エドワード蘇生できないんですよ。これ、やばくないですか？やばいです。これ、後衛の物理防御ってすごく低いので、多分、ジェームスとか、クデルカって、あの、一番強い物理攻撃されたら一発死ぬので、これ、マジでやばいです。これ、本当に全滅します。これ、マジでやばい。開始1時間40分で非常にやばい状況になっておりますね。多分体力も半分しか減らせないですね。これセーブもしてないということは、これ、もしやるとしたら、あの、ジェームスで物理攻撃で殴って、ノックバックっていう1マス相手を下げる行動があって、それで下がることを期待するしかないのかな。で、それ蘇生して、仕切り直すしかないと思います。でも魔法攻撃なら多分結構耐えるんじゃないか。あ、でも400くらいか。いや、結構やばいですよ、これ。これ、セーブしてないんで。普通に死ねますよ。サイレンスがありましたね、ジェームスに。ああ。クーデルカじゃないだけマシかな。いや、これ、今、いくつだろう。十何回打たなきゃいけないから、まだ、多分3分の2ぐらいなんですよね、削ってるの。フレームマインに気づいていただけたら、まだあるかもしれんけど。あー、ちょっとやばい、物理だ。あー、死んだ。この物理攻撃、クーデルカに来たら死にますよ。あ、死んだ死んだ。いや、ギリ耐えたけど、ちょっときついな。これ、積んでますよ。もう積みでは。これはやばいっすよ。これで死ななきゃ。これフレームマイン打っときゃワンチャンあったけど。このゲーム、毒で死なねえんだ。死なないっす。いや、終わったな、これ。これは、積んだかな。いやー、でも、うん、終わりっすね。あー、いやー、セーブしてほしかったな。セーブしてほしかったな。これどうなるんだろう。どうなるんでしょう、これ。セーブしたいんでリタイアですけど、多分。あ、リカバリーデータの用意はあるということなんですかね、これ。多分そうっすね。なら、まだいいかな。こう、データ数用意してやるっぽい。あ、ありますね。でも、ここじゃないんじゃないかな。ちょっと前はあるかな。まあ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 。まあ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 。ちょっととりあえず、フレームマインにしていただいて。そこだけちょっとお願いしたいですね。これは、あ、だいぶ後ですね。これは、このデータは。その先ほど言った神の使いっていうのを倒した後なんで、この次のボス倒した時ですね。だいぶ。セーブデータ切り替えですかね、これ。もう一個前のセーブだったら、まだ OK。まあでも死ぬ要素はあったんですけど、今のはチャートとかの話なんで、このゲームの危険性の話じゃないですね。このゲーム、一応どんな状況でも安定して通し切ることは可能なので。まあ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 、データがあるなら、大丈夫ですね。倒した後ですね。さっきのボスを。倒した直後ですね。まあまあまあ、まあ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 。まあ、こちらが倒した後のデータになりますということで。そうですね。3分クッキング的な状態ですね。こちらが焼き上がったものになります。まあ、OK ですね。まあ、先ほども行動的には焼いてはいなかったんですけどね。焼いてなかったですね。石でツンツンしてましたね。やっぱ3分クッキングなんだよな。瞬獄殺で倒した感じですね。でこの先解説をまた始めていきますけども、この先もしばらく、フラグ回収になってますね。このパトリック住居っていうこの綺麗な建物、さっきまでのところとは違う綺麗な建物
を、探索していく形になりますね。パトリック住居っていう名前で、パトリックっていう人が何かっていうと、このゲームの元凶みたいなキャラですね。まあ元凶っていうと、なんか悪役っぽい感じでは聞きちゃいますけど、まあいろいろあってなってしまったっていう感じなので、一概には悪ではないのが、なんかラスボスのエレインっていうキャラがいるんですけど、その人がこの住居にいきなり来た強盗に殺されてしまって、うん、でそれでパトリックっていうキャラがそのエレインを蘇生させるために、エミグレ・シャホンっていう、まあ、シャドウハウスシリーズ全部に出てくるあるスーパーアイテムなんですけど、本、うん、それを使ってエレインをこの世に呼び戻そうとするんですね。でその結果生まれたのがエレインという化け物という形になります。でパトリック自身もまあ死んでしまうっていう形になりますね。そうですね、このキャラの、3人目のジェームスはパトリックの親友、ただジェームスもエレインのことが好きだったというドロドロとしてます、ね、三角関係、三角関係ですね、トライアングル関係何も思いつかなかったまあ結構そのエミグレ写本っていうアイテムで人を蘇生するためのなんていうかな技術だとかやり方だとかっていうのが書いてある本で、まあ結構実在するものがモデルになってるんですけど、それでの蘇生で本当に難易度が高くて、大体は綺麗には蘇生できないんですよね。それが唯一成功した例が、まあ、じゃあ最後のシリーズの From the New World に出てくるわけですけど、うん、それ以外はほぼ失敗してますね。で最初のこの失敗例によっていろいろとその先の世界でもひどいことになってきた。そうですね、全部に関して言えるのは愛する人を蘇生させようとしてまた悲劇が生まれてしまうっていうのが、そうですね、あのシャドウハッシュシリーズ全体のテーマかなと思いますね。そう、愛する人を蘇生させようとして、それに副次的な効果で悲劇がたくさん起きるっていうものが多いですね。はい、かなり面白いですね。その要素が加わったことによってムービーでギャン泣きできるのでおすすめですね。おぬぬめ。おぬぬめ。シャドウハーツ1、2とかもう本当おぬぬめすぎてもうやばいです。何回泣いたかわからんし。2はギャン泣きしますね。詳しくは言わないですけど、2は人生でやったゲームで一番泣いたかもしれない。ギャンギャンで泣いた本当に。でここで硫酸を組んで、これからニトログリセリンという爆弾を作りに行きますね、はい、いやー2はマジでおぬぬめっすわ。本当に、シャドウハーツって、シャドウハーツシリーズの中でも一番有名だと、有名なんですけど、結構ファンも多い、一番多いのが多分、シャドウハーツ2だと思いますね。で、それに見合うだけの、とてもいいストーリーとシステムをしているので、シャドウハーツは正直、やれる環境があって興味があるんなら、やって、損は絶対にしない、得しかしないゲームだと思いますね。そうですね。できれば1からやって2がをやってほしいですけど、まあ2単体でもかなり、うん、いいと思いますよ。はい。まあ、てか2やったら1やりたくなると思いますね。そうですね。どっちみち。はい、なるほど。はい。フロムはフロムで戦闘システムが一番完成されているので、バトルジャンキーな方には一番おすすめです。うん、戦闘システムはマジでフロムで完成しましたね、うん、まあ、気軽にやりたい人とか、まあ、苦手な人では、まあ、2がやりやすいかなと思います。RTA でも2が一番簡単ですからね。はい。うん、まあ、比較的ですけどね。言ってしまえば。で、ここのフラグは、イエス、ノー、ノー、イエスの感じで選択肢を選んできますね。みんな中央に寄せる感じですね、この4つの人形。で、この後で神の使いっていう、先ほど、バイブルがあったら一撃だっていうボスと戦います。ここがね、大変なんですよね。
バイブルありませんけど、どうなるんでしょうね。そうですね、一応ちまちまダメージで倒せるんですけど、ちょっと特殊な仕様があって、このボスにだけには、うん、ここだけ、戦闘始まりましたら解説しようかなと思いますね。そう、フロムもめちゃくちゃ面白いですね。いや、これ出ない、なかなか出ないけど、一応こいつのバイブル落とすはずですね。あ、このこれを狙っていく感じですかね、これ。この演歌初めて見たな。なんたらこのこいつに演歌する前提で考えてないから、こいつの弱点をそもそも知らないかもしれない。と攻略を思います。ここで教科書マーズ、マーズ C かな、マーズ C だと思うんですけど、マーズどこだ、どこだ、マーズ C、マーズ、マーズ、マーズ、あれあれ待って、あ、逃げた、逃げた、マーズ C、 マーズ C なくね、 A か B どっちかだな。あ、でも逃げましたね。あの、なんだろう、ボス戦の時逃げ入力をするんですけど、その自分のターンを終わらせるために、その癖で雑魚敵で逃げるっていうのを結構やりがちですね、このゲームのある程度。まだぐるぐるしてるってことは狙いに行くんですか、ね、あ、狙うんだ。あ、普通に倒さないの。え、ちょっと待って、ちょっと30分かかるよ。これはきつくないか、さすがに。いや、もう出たらいいんですけど、大丈夫ですか。だいぶこの方、ロマン寄りですね。見せたいもの全部見せてくれる感じかな。でも普通に倒す方法もあって、はい、まあ多分コンマとバイブル引くまで多分これをやると思うんで、普通に倒し方なんですけど、神の使いの仕様として、形態が2種類ありまして、まあ、通常形態、全く動いてない形態と、プルプル動いてる形態があって、攻撃だとか行動のたびに、形態が移行する可能性があるんですね。で、プルプルしてるときって、そのなんていうかな、あの、すべての全属性の攻撃、吸収になるんですよ。すべての攻撃は通用しない状態になります。むしろ回復します、そのダメージ分。はい。で、そうじゃない通常状態の時に、フレームマインなり魔法を打っていく必要があるんですけど、問題はですね、その、このゲームって魔法の時って詠唱時間があるんですね。で、あいつ、あ、動いてない、通常形態やんけ、つってフレームマイン詠唱し始めて、その、直後に敵が行動して形態変わって回復されるみたいな場合もあるんですよ。ありますね。なので、しっかり相手の状況だとか、この後誰が動く、この次のターンは誰だ、それとクーデルカのアジリティ的に、クーデルカが、詠唱終わって攻撃を始めるのはどれぐらいかかるとか、そういう 理解度、知識、そういう部分が非常に重要になってきますね。あ、出ましたね。というのがあったんですけど、多分実際に戦闘しながらじゃないと今の口頭だと説明が多分難しいので、いや、このマーズだ、結構その詠唱時間の長さっていうのは、そのアジリティを上げることによって調整できるので、そのために、基本的にクーデルカはインテリジェンスとアジリティを重視してあげてるわけですね。このアジリティが低いと本当に詠唱にめちゃくちゃ時間かかるんですけども、まあ、俺のチャートだと、アジリティが結構上がってるので、詠唱後すぐ攻撃みたいな形になって、特にその詠唱のラグが発生しないようになってますので、特にそういうバグみたいな、バグっていうか、困る部分はないですね。落ちるかな？落ちるまでやるんだろうな。おそらく。あ、クロスボウに戦う運用は考えてないってことなんですかね。多分そうですね。多分それは前提としてない。まあその、まあ、バイブル、まあ正直バイブルを引くまでやり続けるっていうのも、まあ悪くはないんですけど。まあ、うん、という感じです。まあ普通に、あの、神の使いなんですけども、普通に戦ったら、なんか、その詠唱時間のラグとかのせいで永遠に戦うとか、普通にこっちが自利品で負けるっていう状況もあるので、実際バイブルを引いた方が安定はすると思います。アースバイブ落ちました。すげえな、ね、よう落ちるな。すごいな。で、このアースバイブルを
ちなみにアースバイブルは先ほど言った吸収形態じゃないタイミングで投げれば特殊します。よう引いたな。結構早い目で引きましたね。これ神の使いですね。体力8281で、デフォルトで風属性が無効になってます。なので、ウィンドバイブル以外のバイブルである必要がありますね。アースバイブル投げれば、多分9000ぐらい出るんじゃないかな、ダメージ。はい。これでワンパンですね。わあ。これじゃないと、クーデルカの魔法大体1500とかそんぐらいしか与えられないので、まあ、それをひたすら、先ほど言った形態変化してない状態に対して打ち続けるっていうのを5分ぐらい繰り返す必要がありますね。相手の攻撃も非常に強くて、エドワード、前衛のエドワードにリフレクションっていう相手の魔法を跳ね返す魔法、バフをかけておかないと、エドワードは簡単に死んでしまうので、まあ、そういうところ難しさの一つではありますね、先ほどの戦闘に関しては。そうですね。神の使いは自分からは一切動かないので、1マス離れて真ん中の自分のタス動画のチャートでは真ん中にクーデルカを置いてリフレクで跳ね返すというのを主戦力にしていますよね。そうですね。それが一番ベストかなと思います、ね。他先結構じゃないですけど、まあ、リフレクションが取れたということで、まあ、リフレクション使うところもあるので。リフレクションはすごい強くてですね。はい。ああ、そうですね。日本語版のとの違いだとか、まあ、ここまでやってきたいろんな解説だとか、に関しては、まあ、アーカイブを見るほかないかなと思いますね。あと、一応、チャートの方も配布してるんで、まあ、アーカイブ見たら多分 URL で見れると思いますけど、このゲーム、本当にいろいろ必要な知識だとか、なんていうかな、覚えなきゃいけないこととか、いろいろありますんで、まあ、興味があればいろんな情報を見ていただければ。クロスボウは多分あるかな。クロスボウは確定ドロップのはずなので、ボスから。ディスク4終わりですね。あ、ディスク3終わりですね。うん、ラストディスクになります。いよいよ、いよですね。これ、ペースとしては、2時間25分か2時間半ぐらいの間ですかね。順調に行くであれば。おそらくですけど。だ火力がどこまで出るかっていうところにかかってはいますけども。テストは、なんかやらかさない限りは多分超えないかな。エレイン戦でリフレクションかけ損ねとかしない限りは大丈夫だと思います。Well, that sucks. Did not know that. ファイナルラストディスク。ファイナルラストゴッドアルティメットデリシャスグレートディスク。ですね。キャッツアイ、キャッツアイそうしてずるじゃん。いや、先ほど言った黒猫からドロップするキャッツアイをどうやら装備してるようですね。すげえ強いゲーム。レベルも高いんじゃないかな。まあまあまあ、いいでしょう。装備うろうろしたらもしかしたら日本語だからとかそういうことなんじゃないかなって思いますね。いやてか本当にあれですね、あの日本版めちゃくちゃクデルカの中でも難しいんですけど、なんか最後まで走り切れそうで正直ホッとしてますね。うん、一回全滅しましたけど、まあ、まあまあ。あ、なんかリカバリーレーデータもたくさんありましたし、ある程度想定はしてたんですかね。多分そうですね。だからセーブしなかったか。You love me. We're one happy co-op, no controller on a board. なんかソーシャさん歌い始めましたけど、わかんないですね。Let's get that. わかんないですね。Let's get a little train going here.装備いっぱいで溢れるほど装備取れないと思うんですよね。今までの雑魚敵倒した時とかも見てた限り、そんなにめちゃくちゃドロップしたわけじゃないんで、多分大丈夫だと思いますけど。クロスもなかったら結構やばいですよ。やばくはないけど、遅れますね。本当に。クロスボウがなきゃエドワードが大きいものとか勝つので、そうですね、体力の高い肉になりますね、はい、5184。まあでもこの辺だと5000ぐらいはあるかな、うん、まああってほしいというかな。そうですね、
まあ、もうちょっとでボスですね。あと2個ぐらいボスをやった後でもうラスボスに近い形になりますね。はい。いや、本当に中間ぐらいで言いましたけど、そのエレインっていうボスがいるんですけど、本当に最高の方のボスなんですけどね。ラスボスの1個前、2個前がエレインになるんですけど、両方とも。そこがですね、本当に曲がいいので、この、あれはあれですね、秘密。日本語的なやつかな。秘密、悲しみ、人、神の光ですね、これ。順番が。あ、違う。あれ？違いました。日本語的な、日本語が間違えましたってやつですね。秘密、悲しみ、秘密、秘密、悲しみ、人、神の光。大丈夫ですかね、これ。秘密、これ言語の壁が壁が立ち下がる。秘密ここで英語で言ってもね、まあ、向こうに届かない気がするんですよね。その通りすぎる。秘密で、3つ目で、秘密でお願いします。シークレットで。それ、あ、違う、秘密。秘密。Okay. 人。Okay. あ、悲しい人。おお、よかった。Thank you. よかった。何でハラハラしてるんだ、俺は。ここ で、ここでつまずくとは思わなかったけど。まあでも、しょうがないですね。まあまあまあ。うん、秘密って言ってますね。これ毎回変わらないですか？固定ですね。毎回秘密、人、あ、秘密、悲しみ、人、神の人ですね。秘密、カブトムシ、なんかプッチ、エンリコプッチおるけど。エンリコプッチが、螺旋階段。螺旋階段、ちょっと、天国への階段。誰か教えてくれたかもしれないですね。よかったです。ドロローサへの道。なんか、さっき、操作さんがセンキューって言ったような気がしますね、そういうの。教えてくれたんですね、チャットで。しゃあないですね。まあ、位置は固定なはずなんで、あれですね。この生命の大釜っていうやつ、あれ？ダニエルの右腕持ってないじゃん。これ、ここに、ダニエルの右腕っていうアイテムを、入れなきゃ進まないんですけど、このリカバリーデータ持ってないかもですね。あれ？めちゃくちゃ戻らなきゃないんですけど、ちょっと戻って取りに行かないと。逆に右腕どこだ？あの、宝物庫、あの、黒猫が出るところですね。ああ、はいはいはい。あのシャンデリアのところ。え、リセットするんだ。あれ？リセットするんだ。なるほど。別のリカバリーデータでやるつもりですかね。だいぶ思い切ってますね、この人。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、最後までできれば、もう、何でもいいですね。正直。ああ、もう外壁までです。これ、あの、先ほどの、あの、腕を投げるとこ終わったとこですね、これ。セーブが。はい。この外壁のセーブデータって、これ、しかもボス終わってるな。ボス終わってますね。職種っていうボスがいるんですけど、ボス終わってますね。次、パトリック職種っていうボスになるんじゃないかな。結構、自由ですね。投げ込むどころか、さらに1個ボスも倒しちゃった後ので。キャッツアイある、これも。で、ここで、ムービーが1つあって、あの、エレインっていう敵が、なんというかな、生き返るじゃないけど、生まれるムービーがあって、ここで、先ほど言ったペンダントってアイテム持ってないと、強制ゲームオーバーですね。はい、これペンダント持った人ゲームフォンだったら終わらしかなったけど。まあ、てか、パトリック職種も終わってますね。ボス2個飛ばしましたね。あれじゃあもうラスボスですか。これ、ラスボスですね。エレインっていうボスなの。ここの BGM がすごくいいので、聴いてほしくて、もし聴けなくても、ペイシェンスっていう曲を別で聴いてほしいですね。これエレインっていう敵から逃げているところなんですけど、ここでエレインに2回追いつかれます。これ追いつかれますね。このエレインがね、頭が反転してて、背中側が こういう感じで人間なんですけど、もういろんなとこねじれ曲がって、という感じになりますね。
結構あのムービーとかのエレインもグロくて素敵なんで、ぜひ見ていただければ。え、彼じゃねえや、彼女なんですけど、体力が11,881で、水半減、土無効、吸収光になってますね。で、基本的には、リフレクションをジェームスと、クーデルカだけにかけて、フレームマインであとは倒す感じになりますね。で、このリフレクションっていうやつなんですけど、相手の魔法攻撃をすべて跳ね返す、相手にダメージを跳ね返すやつなんですけど、これがですね、跳ね返すダメージが、術者の魔力依存になって、インテリジェンス依存になってまして、なんでエドワードにかけても正直意味がないので、クーデルカとジェームスだけにかけてこういう形で、まあ、ちょっと2000弱いですけど、3000ぐらいは本来出るんですけど、まあ、これで反射ダメージプラスこちらのフレームマインで、11000削り切る戦いになってますね。本当にこのペイシンスやばいな。このペイシンスって曲本当に聴いてほしいです。本当に震える。もう震えすぎて、もうやばいですね。いや、このゲーム本当に面白くて、普通にやる分にも、まあもちろん RTA もかなり面白いので、本当に一回は触ってほしいですね。とにかくシャドウハーツシリーズにとにかく触ってほしいですね。本当におすすめできる。いろんなところで限界オタクになってる俺が一番好きなゲームっていうので、面白さがわかると思います。いいですね。まあここに関してはリフレクションさえかけてしまえば負けることはないので、まあ、リフレクションをかけミスしまくらない限りは基本勝てるんじゃないかな。Steam とかアーカイブではないですね。本当にプレステのディスクでしか存在しません。で、シャドウ1、シャドウ2のRTAやりましょう。最後になるんですけど、私、クーデルカ、シャドウハーツ1、クーデルカ JP、シャドウハーツ1、シャドウハーツ全部ワールドレコード持ってまして、で、サブで解説してくれてるミッド君がシャドウハーツクロムザニューワールドのワールドレコード持ってます。あれということでか、まあ2位の記録ですね。日本一じゃない。まあめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ見ていただければ。まあどっかでシャドウハーツシリーズも解説なり走るなりしたいですね。そうですね。うん。いやリフレクション本当に強くてですね。あこれでエレイン1回目が終了ですね。ちなみにエレイン戦なんですけど、3回あって、このエレイン1回目で、もう1回追いつかれるのがエレイン2回目ですね。で、最後、エレイン3があるんですけど、エニーパーセントなので、エレイン3は、倒さず、こちらが負ける形になります。まあ、なぜかというと、エレイン3って、ここまでのボスの中で、頭一つ抜けて異常に強いので、絶対に勝てないんですよ。この段階だと。なんと。本当にシャリにならないスペックをしてて。というか、普通に魔法攻撃打ってくるんですけど、魔法攻撃で何もしなかったらこっちのキャラ、今の状態だと全滅しますからね。5000ぐらいの全体攻撃とか打ってくるので。じゃあ倒そうとしたらもっと装備とかレベルを整えないと無理。そうなりますね。そうですね。本当に。うん。オールボスエースみたいな、レギュレーションだと本当にもっと時間がかかっちゃいますね。大変な形になります。エリンさん2回目ですね。なので、そのボスだけは倒す。倒さない。倒さない、倒すで、バッドエンド、グッドエンドっていう風に分岐するので、バッドエンドで一括になりますね。まあ、ちなみに、クーデルカなり、シャドウハーツなりの RTA に興味がある方はですね、私にご連絡いただければ何でもサポートしますので、本当に、ぜひ、ご連絡のほどお待ちしております。倒さ出たらこちらになります。今回3分クッキング感すごかったですね。連絡先は、まあ、Twitter なり Discord なりいろいろあるんですけど、ジャパニーズリストリームの Twitter をフォローしてくれればそこにいろいろあると思いますね。私とかミッド君の連絡先とかに関しては。この場で言うことはしないかなと思います。まあ、私優先じゃないんでね。いろいろ打ってますね。まあ正直ここ何打ってもいいんですけど。基本的にはフレームマインが私のチャートカードレベル2になってるからちょっと火力高くなってるんで、フレームマインでいくかなって感じですね。このエレイン自体は離れていれば全体魔法しか打ってこないので、そうですね。
特に困らないですね。そのリフレクションさえ打ってれば何でも大丈夫っていう形に、この距離を保ってれば OK ですね。しかもエレイン自体が自分から離れていくので、基本的に事故ってことはリフレクションの張り損ね以外には起こりえないかな。あとはパラメーターがめちゃくちゃ低いとか、まあ今相当低いですけどね、このリミットショックのダメージを見る限り、なかなか大変な形ですね。そうですね、連絡先については、ジャパニーズリストリームのツイッターアカウントの方から、解説のお二方の、各種アカウントへのリンクが、ツイートされておりますので、まあ、そちらをご参照いただきたくということで。そうですね、そちらお願いいたします。ありがとうございます。よし、まあ、ここもうちょっとで多分倒せるかなと思いますね。リフレクションの反射ダメージ自体では倒せないんで、何かしら攻撃を加える必要はありますね。うん、そうですね、とどめは絶対に魔法である必要がある。なるほど。はい、結構ね、この2時間ぐらいですけども、皆さん楽しめていただけましたでしょうか、クーデルカ RTA。このゲームね、このゲームの RTA 本当に面白いのでね、日本では私しかしてないですけど、まあ、ぜひ。どっかで見かけたらね、また何でもやってもらえば。パーフェクトって言いましたね。パーフェクト、なるほど。まあこれで終わりですね。で、あとは、もうちょっと階段を上ってですね、最後のボスエレイン、第3形態ですね、こちらの方に、やられて、最後の味方が死んだ瞬間にタイムストップになります。これですね、先ほどの人間から、まあ、だいぶ可愛くなりましたけど、このだいぶ可愛いのが相当やばくてですね、本当に、まあ、物理攻撃もやばくて、どっちも見たいな。あ、これ魔法ですね、残念。物理攻撃もめちゃくちゃ強いんですけど、1000を5回ぐらい打ってくるんですけど、この魔法多分全員死にますね、これで。あ、でもエドワード死なないな、ちょっともったいないですね。しかもこれ弱い方の魔法ですね、全体で。これでですか。はい、範囲攻撃なんで、ジェームスに今届かなかったんで、はい、ちょっと良くないですね、このタイム的に。最強の魔法打ってきたら、エドワード体力ちょっと減ってる状態だったら、多分全員死にます。体力調整もでき、あ、体力調整はできてるかな、ま。弱い魔法だったから死ななかったと思いますね。この打撃である、4500。あこれは辛い。この打撃である。エドワードに対して2000の5回攻撃でやる。2000のなんか5、6ヒットくらいしてますよね。俺、物理防御のめちゃくちゃ高いエドワードで1万ぐらいのダメージですから。一応倒せるんですけど、このパラメータじゃ無理ですね。はい、じゃあ GG ということで。はい、グッドゲーム。グッドゲームでした。いろいろありましたけど、結果的にほぼ全て解説できたので、私としてはとても満足です。まあそのね、終わったということで、お二方、なんか何か宣伝等ありますでしょうか。宣伝ですか。私としては直近何かでイベントに出ることはないんですけども、本当に一つ言えるのは、私たちが来た理由はクーデルかシャドウハーツシリーズ。未プレイの方は通常プレイしていただいて、好きな方は RTA やっていただいて、もっと、このゲームシリーズですね、私の大好きなこのゲームシリーズ知ってもらえることがね、多くあった方がね、私的に嬉しいので、ぜひ興味がありましたらクーデルかシャドウハーツシリーズ触れていただければありがたいです。はい、ミト君は、ああ、いくらでも持ってるので連絡してください。ちょっと何本持ってるんでしたっけ、最後にもう一回。54ぐらいですかね。シャドウハーツシリーズ全部で54本。はい、まあね、連絡いただければと思います。はい、これで大丈夫です。はい、解説の、ネイロさんとミッドさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では、次のゲームの準備がありますので、一旦失礼いたします。All right, everybody. While we get set up for the next run, I just want another give another good big old shout out to Sarth for that run of Kudelka.
was a lot of fun. We really enjoyed it. That is a very cool game to watch, and it's not something we see a lot of. So thank you so much for sharing that. You are watching Midwest Speedfest. Midwest Speedfest is a Minnesota-based organization that has been hosting speedrun marathons since 2015. In the late summer and early spring, we partner with 2DCon and VGMCon, respectively, to help raise money for their chosen charities and bring even more entertainment to their conventions. Additionally, we host an online event each year, also in support of charity. So far, we've raised over $40,000 for various charities, and we hope to see that number continue to grow exponentially with your support. If you're enjoying the marathon, please consider following Midwest Speedfest. In addition to our regular speedrun marathons, we occasionally interview runners in a podcast format as part of our Runner Spotlight series. You should also consider subscribing to Midwest Speedfest. You can get yourself some pesto. You can get yourself